音量バランスどう、大丈夫かな。よっしゃ、ちょっと連発でやっていこうか。1日バッチ2個ぐらい目標やってるんで、まあ、今日もだから6個目ぐらいまで取れたなと思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと待ってな、これやっぱ夜やるとさ暗いな、フィールドが。ゲーム音小さい、どこ、ゲーム音小さい、ちょっと上げてるやろ。 OK、 はい、あ、やべ、知った、まあいいか。よっしゃ、やりましょう。虫捕り大会ってあれ確か月曜やんな。あー、火曜やっけ。まあいや、ちょっととりあえず今日ストーリー進めるわ一旦。何このハゲのおっさん、へえ、いい波来てるよ。こんないい波乗っていくしかないって。あの多分ね、こっから下の、うわ、出た、ちょっと待って、あ、バトルフロンティアかこれ。え、ちょっと待って、なんか月曜日の月凍った、たまたま。あなたも近所の中心、はい、これね、あれ磁石、あ、違うわ、すぐ口ばしあった。これは飛行タイプの威力が上がるやつかな。このなんか曜日兄弟はみんなこういう系のアイテムしかくれないんだっけ。うん、いや、虫捕り大会俺今日だと思ってたんやけど、あれ火曜やったっけ。月水金じゃなかった、月水金じゃなかった、あれ。これちょっとあれ、まずここ行かなかや。朝日の灯台、ここや、輝きの灯台。暗い夜道は危険、暗い海も危険がいっぱい、灯台の明かりがないと船動けないんだ。まあ、前回とりあえず、クロバットになって、あとミルタンクゲットして、っていうところまで来てるんで、だいぶパーティーが充実してきた。はい。この土台は修行の場所でもある。隣はいっぱいいるから簡単に登れないよ。ちょっとどうしようかな、戦闘。あのね、俺水タイプさ、俺考えてんけどさ、オクタンよくない、オクタン。いや、当初ランタン使うつもりやってんけどさ、オクタンじゃあかん。いや、ミルタンク正規よ。これだから前回ミルタンク捕まえるとこまでやって終わりました。俺ミルタンクってかオクタン使えてんけどダメかな。オクタン使えてないな、ストーリーで。おや、君はここは遊ぶ場所じゃないよ。潰すか、じゃあ。いやー、ウーパーでもなんかもう秘伝用意したままここまで来てもうだからな。ちょ、アカネに頑張ってもらおう。アカネのレベル上げろ今から。こいつ俺最後のメンバーに入れるから絶対に。しかも早いね、見てこれ、レベル77も上の夜の族相手に1000個取れねえんだよ。うわー、の急所だったなんか知らんけど、変えよう、変えて。ちょっと前回ね、マジでなんかゴルバットが夏季で進化するまでやめれへんみたいな感じで意地張ってもうたから、だいぶクロバットのレベルだけ上がっちゃったんで、ちょっと今回は調整するわ、そんなにうまく。こいつはさすがに大文字売ってもええよな。大文字打つか。ただ確か夜のずくって特防が100とかやったよね。 HP も特防も100ぐらいあるやろ。 OK。 いや、ミルタンクってさ、マジで見た目100に見えないよな。だから人にポケモンクイズとか出すときにさ、素早さ種族値クイズ出して絶対ミルタンク混ぜんねん。そしたらみんな失敗するから、みんな間違えるから。この中で一番素早さが遅いのはどれっつって、ミルタンク、ボーマンダー、ササンドラ、はい、どれっつってラッター、どれみたいな。いや、お前はいらん、絶対みんなミルタンクっていう。レベル上げるか、とりあえず。そう、ブニャットもあいつだって、あんなのもっと早いな。112やったっけ、ブニャットって。ちょっとね、恩返しあいつに使っちゃったらもったいないけど、まあ、言うてさ、捕まえたばっかと恩返しの返しもそんな出ないから、まあまあ。しかもこいつね、ミルク飲み覚えてるから自己完結できるっていう。薬いらんねん、薬。踏みつけ強い。圧倒してんな、完全に格上を。ジードババ金子だ。そう、こいつら金持ってるから、猫に小判じゃなくて、お守り小判使ったとよかった。こいつも踏みつけていったろ。あー、さすがにニョロゾに抜かれるか。ニョロゾって確かニョロゴより速いねんな。90ぐらいあるやな、こいつ。いって。しかも勝った。さすがの僕もこれにはにっこり。
踏みつけはね、このノーマルは出すね、ずっと。しかもそう、ミルク飲みってこれね、ちょっとさっきちらっと見えてたと思うんだけど、あれよ、マジカルリーフで早いな。ゲームはやっぱポケモンが一番うまいですか。僕が一番うまいのはシャドーバースというゲームです。強メガネームはちょっときつくない？レベルだって36とかやろ。お、あかねちゃん来た。うわ、あかねちゃんのこの能力上昇のね、またバランスの良さね、これ。キョッキョッキョ。ちょっと前回チコリーってあんまかまってやれんかったからな。ガチコリレベル上げたいな。うわ、お前電話番号、まあでも再戦のやつやったら、まあ押し当たってもええわ。ついでにお前ちょっとみかんちゃんの LINE しな。こいつつてでみかんちゃんの LINE 聞こうかな。これ見て、ミルク飲み。ええ、なんで、え、あ、自分の体力削って味方を回復すんのか、これ。そう、なんか自分が、無料で回復できると思ってました。ちゃうんや。じゃあ自分の体力を分け与えるって感じか。なるほど。ああ、そういうあれなんや。ごめんなさい。なんか、ドヤ顔で語ったわけど、使ったことなかったから、フィールドで。命削る感じやな。ドラクエでいう魔法捨てみたいな感じか。自分の MP を他人にあげるみたいな。うわ。まあ、ポッポも言うてたの、踏みつけてよ。こいつワンパンできんじゃん、下手して。戦闘中は自己再生の効果やねんな。うわ、吹き飛ばしでなんか味方交換された。ああ、よりによってウーパー出た。こいつ絶対狙ったやろ。こいつ穴抜けの紐じゃなくてグズマ使いよったやろ、今。まあでもちょっと変えるのもな、あれやから、まあちょっとここはウーパーに散ってもらうか。水ポケはちょっと奥たんかな。でも、進化前の、なんだ、鉄砲がまだちょっと先ですよね。それとも HGSS だと早めに出んのかな。ネイティオは、アルフの遺跡で出るけど、ちょっとだから決めかねてる。使うかどうか。お前それマジでやめて。やべ、こっち待てよ。人生初の経験値が入ってしまうんちゃう、ウーパーに。え、俺レベル低い？クロバットレベル28やで。うわ、ポッポ入れ、もうこれもちょっと入れ替えて、もうじゃあもうここだるいからさ、あ、もう全部バチコリだでいっとくかも、一旦。続きで。ああ、ギリワンパンできねえ。ハッサムもな、使えたけどあれ通信進化やからな。しかし、こういう命中下がった時にマジカルリーフがあると。タッツとかでもそうそう出そうやね。波乗りが使えるようになったから、ちょっと入れ替えたらもう一回、頭いこう。でも俺、均等に行きたいな、やっぱ。だいぶなんか偏った育成の仕方してもうたからさ、均等に行くつもりやで、俺。レベルアップは。オッケー、これでお前吹き飛ばし打ってこい。あ、オッケー、よし。吹き飛ばしは高校技なんで、絶対に俺はなくなると。まあ、確かレベルの偏り激しいな。まだだってここに来てメインパーティー確定したの4体やからな。よし。まあ、ヘラクロスは強いからあんま使わへんかな。だけどここの塔をまず上まで登って、で多分丹波市に行く流れなんだけど、そこで多分水ボケもいっぱいおるから、そこをさすがにベイリーフに頑張ってもらおう。ミルタンクね、使いたいっすね、今回は。普段ストーリーじゃ絶対使わないから。
やべえ、こいつちょっとメインエボンが踏みつくしかない。え、サファリゾーン行きたい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 。丹波にあんねやろ。なんか誰か電話来てる。マナブって誰だっけ。こんばんは。マナブだけ起きてた。僕のもんじゃどんどん強くなってる。僕の計算通りさ。そういえば昨日ニドラもそう逃がしちゃった。あれは計算違いだったな。これマジでこのもう電話帳の整理したい。あ、詐欺の東大いるの。まあどこにいたとしてもあなたがしっかりやってるのはお母さん分かってるわよ。そういえば僕は貯金してないけど、いや貯金はちょっとええわ。お母さんええわ貯金は。しかもこの時間ちょっとお母さんも寝てる時間なんだ。なんか間違えて電話しちゃってごめんな。お前このジェントルマン連チャンしてもでかいな。お金いっぱいくれるし。貯金した方がええこともあんねん絶対。なんか格安でレアなアイテム持ってきてくれたり。これねちょっとガーディに威嚇食らっちゃったんで下げますわ。ベンガル行ったろ。貯金した方がいいの？絶対せん方が良くない？しゃあ。こだわりスカートなんか買ってくんだよ。まあ、でも使わんからな。がリオクレスシーバックもそこに。ちょっとさっきの上がった火力をちょっと見てみていい？大文字で。ああ強っ。炎タイプ半減だろうが関係なしに各位置。かけるお前ちょっと今の見て覚えといて思ったろお前。いらん。あ、諦めるんじゃないしちょっと。はい、オッケー。クロバットになった。クロバット見ます。レベル28でようやく進化したで、素早さ86。しかもなんかこれ外れか？行き止まり？みかんちゃんこの町のジムリーダーなのに、あたし連れ戻すつもりなの。誰にも邪魔はさせないわよ。かかってこいよお前。お前じゃみかんちゃん救えへんねん。俺が行かなあかんねん。マリルか。こっち力持ちやったらちょっと怖いな。うわ、しかも勝て。うわ、丸コロを踏襲してきたか俺の。これでも力持ちじゃなさそうやな。ひるめ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 。あ、おしゃおしゃおしゃ。ちょっとでも踏みつけの PP そんな多くないし、やっぱ火力も茜にしては物足りないから、なんか頭突きかなんかおばさんに行こうかな。この茜に対して転がる打ってくるとはいい度胸よお前。イバルを見つけた。イバルか。あ、あ、こっちに行けんの？なんか落ちた。なんかあった。う、雨来た。何気に俺な、このストーリーで初めてじゃない？不思議な雨ですか？ゲットするの。怪力ね、まだもらってないんですよ。あ、で、こっちが正義なんか。どうしようかな。あ、まあ、いけるかまだ。ヘルが特殊な悪がまだないんですよね。まあ、要は悪の波動やろ。悪の波動ってどこで覚えんねや。クラブか。ちょっと部が悪いな。ここは草ポケモンのバチコリタに変えとくか。怪力ってもう手に入る？え、どこで怪力でも手に入んの？はい、ワンパン。あれ、俺帰り来てもらったっけ？全然記憶ないわ。
あ、関東だけの花変えるのか。まだ確かレベルで覚えるやな、ヘグは。え、俺エンジュのだ、え、うせえ、俺もらってんの、枯れ木。もらったっけ、ちょっと 見るわ。怪力はちょっとぜひともミルダングに思わせてやりたい。え、嘘やん、どこ。あ、ほら、なやん。あ、岩石封じどう、これミルダング、これミルダング覚えるやろ。あ、来た。命中が低いんで、まあ、一応出すか。我慢いらんわ。あー、取り逃してんのか俺。あ、じゃあここ降りたら行くわ。ここ降りたら行く。いや、この感じのそう、ガンプ命中も低いし、威力も低いし。あ、って言ってきたら、でも鬼進むにはしてきたら相手は倒せるかな。鬼進めをワンパンできない火力。あー、チャンピオンロードやないや、あとの後は。まあ、しんどいな。鬼ドリルもちょっとそのまま行こうか。あー、早い。今の岩石封じはあのキノガスタっていうポケモンが使うためにあの60に修正されたんですよ。あ、ごめんなさい、赤目死んだかもしれん。ごめんごめんごめん、しくった。2発で終わって、2発で終わって、あ、終わってくれなかった。ちょっとこれはさすがに俺はもう横着してもうたな。悪い。ベンガルで行っていいか。じゃあベンガルで、ガンプでバツ印出るのって、あ、それそれね、そう、ルビサファ、それルビサファや。しゃ、うわ、失敗がして反応か。なんていう耐久力だ。これだって、デルミロも、もうそろそろ進化するんじゃん。進化しそうやけどな。こいつも噛みつくで、ちょっとワンパンしたろ。OK。あと一枠、まあ仮にオクタン迎えられるってなったら、誰にしようかな。なんかだから俺ダウジングマシンとか持ってないんか俺。あ、これ俺ちょ、おしゃれ、なんかありそうやけどな。お、ちょっと待って、これポケモン戦闘変えよう。ベンガの職はルール。あ、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 空飛ぶ要因、え、あのクロバット空飛ぶ覚えんねん。無進化枠がな、もうニョロモで、ニョロモじゃないやろ、あいつでいっぱいやな。お前しかもニョロモにすまず曲げとる。あ、耐えた。ミルタンクがいるから、羽根っこ、まあ草でも、草でちょっとかぶり嫌やねんな。草は草タイプのむずいな。なんかもう、もう開き直ってバンギとか使うか。いや、でもじゃあヨーギラスがまあ出ないんか。ヨーギラスで出ないんかな、ストーリー前にリメイクも。よっしゃ、ギャラは使わない。あの第4第2世代のポケモン限定で絶対やる。
第2世代限定で絶対行く。これはもう、サファリ出んのマジで、何回はたいてくれてんのも人のこと。早よサファリゾーン行きたいねんけど。サファリでか出んねや。じゃあこの段階でゲットできるってことか。いや、ニューラな、ニューラでも俺確かマニューラ使ってなかったっけ、プラチナで。なんかその辺のなんかバランスもちょっと取りたいなと思う。あんま普段使わないやつを行きたいよ、なんかストーリーとかで。だからマリルイとかも使いたかったけど、ほんまは今回は見送った。ネイティオな、どうしよっかな。ネイティオ、ちょっと俺の中で気分が変わってきてねんな。この辺ってかトレーナー多すげえんか。まあ別に氷タイプを捕まえる必要なくて、氷技持ち、氷技を覚えるやつは絶対必須。わ、やべ、終わった。ああ、助かった。お前ちょっと2連ジャン外すってマジか。今まで上溺れてたの分のあれが来てるやん、幸せが。これは、死ぐらいいっとくか。いやでもそういうんだったら別にもう送ったんでいいんちゃうかな。キングドラめちゃくちゃ強いけど、まあなんか別にストーリーで使おうって ならんかな。6体やるよ。もう6体がっつりもう全部パーティーで育成する俺で。四天王の手前で平均レベル36とかなってても、俺もそれで一発撃です。おい、いや平均50もいらんて絶対。絶対平均50もいらん。誰、響きって誰だったっけ。あ、ライバルやんけ。そういえば君って氷タイプのポケモンはもう持ってたっけ。今の会話聞かれてた俺こいつに。やば、怖っ。なんかマイク認識かなんか登場機かなんか聞かれてたわ、響きに。登場機しか仕掛けられとる。氷タイプのポケモンは氷の上だと楽しそうにしてみせるんだって。ピッカ、怖い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 。お母さん助けて。なんか仕掛けられてる俺体に登場機。やばい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 、やばいやつ来たこれ。お、シルバースプレーいいね。やばいやばい。あ、みかんちゃん来たよ。この子いつも海を照らしてくれてたの。でもいきなりぐったりして息も絶え絶え。海の向こうの丹波にはすごい薬屋さんがいるそうですけど、私あかりちゃんのそばを離れるわけにいかないし、あのお願いです、私の代わりに薬をもらってきていただけませんか。こちらの入り口を開けておきますので。なんかすごいなここ、いい傷薬。これで何、じゃあエレベーターで降りれるのか。ちょっと待って、怪力の技マシン俺取り逃しとるから、それ取りに帰らなあかんのちゃうか。オッケー、何も知らずにエレベーター乗ったらあそこ閉まってたってことか。ちょっと待って、マジでちょっと怪力だけ取りに行くわ。円順とかやんな、円順とかやな、確かな。そうやんな、私がいたずらするとお父さんすぐに脅かすの。丹波行く途中に4つの無人島があるんだ。悪い子供を仕置きにその島に連れていくのさ。絶対迷子になって帰ってこれへん。どうしようかな。一回こっち戻ろう。一回バッチンと戻るわ。すぐやから。うん。
うわ、そこになんかボールあった。オッケー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 。草むら入らないもんだ。みかんはもう鋼っすね。しかもさ、あれちゃみかんちゃん、なんかその次のポケモンカードの何したっけ、次のポケモンカードでそのなんかポケモンのなんかトレーナーズレアみたいな、キャラクターズレアやったからみたいなのが出るみたいで、ハガネールのカードがなんかみかんと一緒に出てるイラストが出るみたいな聞いてんけど、マジあれ円珠どこや、円珠ここか、円珠のどうやったっけ、ここか、まあいいや、一回ちょっと回復しとこう。あ、それアセロラと光か。あ、これの右ね、ちょっと帰りきとサクッと取ってきていい。しかもこの秘伝技が単純な秘伝技じゃなくて、ちゃんと実用性のある技になってくれるのがありがたい。お、なんかあるやん。え、シャドウクロウ見つけたで。これもミルタンク覚えるんちゃう？シャドウクロウ。あ、ね。なんか出てきた。いやいや、これはしまった。通りすがりのトレーナーさんを弾き飛ばしてしまった。君、怪我はない。お味の印、これあげるから、泣かないでね。もらえた。それは怪力という技。怪力を覚えさせればポケモンがいれば邪魔な岩をずいずいと動かす。しゃ、これ確か威力80やんな。ちょっと待って、シャドウクロウって威力何倍だっけ、これ。あ、70か。まあでもなんか欲しいと思った時にミルタンクに覚えさせようか。ちょっと茜に優秀なタイプ1の物理技を。まあ丸くなるは転がる使わないから今はいらんか。いやでもこれに嫌やな、盗聴器とか仕掛けられてたら嫌やな。いろんなもう男女問わず狙われるから俺。ウパーはね、秘伝要員って感じですね、今は。今はというか、多分今後ずっと。え、ダンシングマシーン？ダンシングマシーンなんかある？あ、てか、ボングリ1日経ってるからもう、あ、いけるやんけ。ダージマジもらえ、ちょっと待って、もらおうかな。じゃあ、今いいわ。今もいい。ほんで、シルバースプレー使って、ちょっとここで、ま、塩化のその嫌なんで。あ、ミン、これちょっと待って、これちょっと待って、あれやん、これあれやん、やばいの来て、やばいの、え、嘘やん。ちょっと待って、待って、どうしよう、これ。どうしよう、これ。お、捕まえていい？てか出るん？出んの？嘘やん。え、あのイベントならすぐ出んの？だってこれつ、だってこれ仮に捕まえたらもうその後のジム全部楽勝になっちゃうないこれ。エンテそんな速くないんだよな。いやでもクイックボールとかないから有効な技マシンが、技のボールないわ。ネットボールでちょっとなめぷする。まあハイパーボールか。まあどうせ無理やしな、どうせ捕まらへんから、まあ、ボール投げるだけ投げな、もうちょっと捕まってくれ。あわよくば、あっ。まあ当然のようにしっかり逃げられるっていうね。しっかり逃げられた、しっかり。え、てか出るんや、もうそれ知らんかった。
なんかパッチ7個目とかでやっと出るようになるみたいな認識やった。マジかよ、捕まれよお前。ちょっとここはまあ茜で、まあでも行こうかな。波乗り場ね、ウッパーに応募させたんでね、行けるんですよ。ミルタンク牧場見えないアイテム取り忘れてない。忘れてるんかな。俺ダウジングマシンちょっと飛んでほしい。ネノクラゲか、こいつ怪力でいけるやろ。鉄砲魚でこの辺出る？ちなみに。うわ、ちょっとレベルが投擲足りてへんな。レベルが見つけて交互に使ってこう。あ、クイックボールないのか、ライオンスダイ。これ HGSS は食いもないんだな。踏みつけ、学習装置まだもらってない。え、クイボある？あるっていうか、てかこの段階じゃまだ使えへんのってこと。まあさすがにダイオンスダイやからないわけないと思うけど、やっぱミルタンクめっちゃ強いわこれ。能力上昇がな、ないことないと思う。俺もさすがに丹波まで泳ぎ切るつもり。その前ちょっと一勝負しない。あ、普通にショップで売ってんのか、そこで買うぜ。まあ一人なんやったら帰りきていっか。一人マンにも先行すんのこれ。あ、でも硬いな。技マシンラッシュ続いてる。さっきからついばむ、ついばむって飛行のなんか相手の木の実パクるやつやんな。あ、でも威力60、威力60でもさ、まあ一応クロバットにはまあでも翼で撃つがあるから必要ないか、同じ威力やったら。うわ、めっちゃマッチングすると思ったら、ちょっと野生のレベルも高なってきたな。引っ込みよ。あ、クロバット、あ、強いの覚えへんねん。あ、そうなんや。あ、覚えへんのか、それは知らんかった。でも確かに、せやんの、なんか、ボス戦とかで相手のその主力のお盆持ちに対して、ツーダウン打てば、だいぶ楽なんで。そもそもクロバット覚えないとしゃあないな。うわ、また物理耐久高そうなポケモン出してくるやろ、お前は。そうやって。こういう時は、もう思い切ってバチゴリーダーに変えたろ。クロバットにね、トンボは覚えさせる。ただちょっとまだ必要ないかなと思って。めっちゃシュート出すねこいつ。うん、ちょっと丹波ジム行くか。丹波の早くあれやりたい、サファリゾーンやりたい。早く、はい、レベル上がる。自然の恵みってさ、なんかこいつが覚えてもそんな、あーでもまあ毒の粉とかよりマシか。あ、しかも木の、あーもう、いや、いないの、木の実によってや。諦める。木の実がなかったら何やったっけ、威力70ぐらいの普通のノーマル技やったっけ。
おっしゃー、毒のくらでも次なんかで消したいな。そろそろまたなんかで起きた。週一、もこちゃんこんばんは。週一だけど起きてたら知ってるかい。相手が穴を掘ってる時に地震を使うといつもより強力なんだよ。それで昔ブースターの沈んだわ、穴を掘るブースターが。この頃はまだそうですね、スキルリンク。いや、やスキルリンクってなかったっけ。いや、BW からか。あれスキルリンクなかった、このからこのからすでに。確か持ってたで。え？違う、 BW でなんでパルシェ目立ったかっていうと、特性じゃなくてあれ殻を破る覚えたからやねんって。あれ特性もそうやった。いや、スキルリンク自体はこの時代はなかったっけ。トガルイラ、ちょっと調べたい。それそう、だからつららばりとか威力がクソ低かってん。 だから別に、だから全然耳向きされなかったん。あー硬いわやっぱ。白がしかも超音波くれたか、かよ。いや、なんかあった気がするけど気のせいか。はい、守る読み。いや、スキルリンク夢特性ちゃう。夢特性防塵やろ、パルシェンは今。絶対あったもん、俺それはちょっと、譲れへん。シルバースプレー使おうかな、僕。あ、スキルリンク自体はあって、まだパルシェンがその特性じゃなかったんか。え、まあいいや、後で調べれば分かる話や。ちょっと待ってな、あれ使うわ。もう俺も、俺マジでスプレーを何本使うかっていう、そういう縛りプレイなんだこれ。ポケズロン前回やった、なんか最下位になってやめた。ちょっとシェルラーが多いから、アカネがあんまあれやな、機能せえへんな、この辺で。レベル上げてやると思ったのに。で、ヘルガーのレベルもここで上げてやると思ったけど、水タイプやから相性悪いし。てか、しかもそうやな、戦闘がミルタンクやったら意味ないな。バチコリタに変えとくわ、戦闘。でかー、そんなやったろ。OK、 レベル低いか、レベル低いかな、そんなに。うわ、毒クラゲ来た。ちょっとこいつ、こいつミルタンクで倒したいわ、俺。いけるやろ。同速対決。いや、しかもこれ、マジレベルやったら多分抜ける。オッケー、抜いた。これワンチャンひるめば、あー、オッケー。もう一回ひるめましたろ、もう。あ、毒節疲れたけど意味ないな、よっしゃ。メガニウムなんのってあれやんな、あの36とかやんな。なんか HGSS はなんか平気、あのなんか四天王でもなんか一発目でなんか40何歩とかやから、そんなにレベル高ない。あ、なんか渦潮出てきた。
発情できたで。並び替えでバチコリいた。やっぱこの辺取れなくそう多いな。もう全員倒したらもう。プラチナがだってマックス63とかで来るやろ。で初代も確かあのシゲルの65が最高やん。で BW もサンムーンもなんか全体的にもっと高かったから、だなぜかしなんか金銀だけ異常にレベル低いっていうストーリーの。 OK、まあ、その分関東があるからな。そうそう、まあ、XY68 だったっけあれ、ね、で誰 XY のその最高レベルって何やったっけ。 XY のチャンピオンって誰やったっけ。 XY 一番覚えてへんわ俺ストーリー。はい、続き。え、メガサーナイト？あー、カルネか。え、カルネ？え、マジで出てこなかった。あー、カルネってチャンピオンやったんや。あの、ポケモンカードで、なんかその、フェアリータイプが死んだターンだけ、なんか墓地から好きなカードを2枚持ってくれる、あれやと思ってたわ。ポケモンカードのイメージしかなかった。あ、そうなんや。そう、だから XI のストーリー、ほんま頭入ってけへんねんって、あれ。なんか知らんけど。あの、AZ だけ覚えてる、AZ。AZ が最後、フラエってって言って終わんねん。もう、その印象しかマジでない。アイリスは確か BW2 やんな。うわ、マジ、うわ、カルネとか久々に聞いたんすね。ポケカ以外で。うわ、スターミーさすが早い。てか、どうしようかな。てか、下のなんか俺、トレンド見逃してへんか。ようみたいな。でもこの辺のなんかスターミーとかワンパン的にやったら、だいぶ、バチコリともなんだかんだレベル28に上がっていく。やばいな、経験値いいとこ取りしてんな。これじゃレベル差が埋まらんぞ。ちょっと待って、俺さっきこいつも見逃したから、もう全員もう、あの、見の、一人残さず倒す。俺でも XI は、確か俺なんか生配信かなんかやってないんかな。うわ、ちょっとギャラドス、いや、もうこのギャラドス俺、ミルタンから倒すわ。うわ、ちょっとやめて、うる。うわ、死んだ俺のアカネちゃんが。もう絶対許さん、こいつ絶対許さんぞ、虫けらども。てかレベル20で暴れるって覚えたっけ。さすがに。あ、いけるわ。オッケー。ちょっとこの場、お前さ、ちょっと行ってみ。ヘルガーで、やんどこ。いや、でもこの時代のギャラドのこのグラフドット絵めっちゃかっこいいな。トグロ巻いてる。あ、レベル1で覚えてんねや。へえ。そうっすね、今この時代まで威力90とかやんな、暴れるが。今100120ぐらいだけど。
あ、まあ、でもバンバンレベル上がってもシフラン。よっしゃ。これちょっと待って、すくむ方向なんか間違ってる？もしかしてなんか分岐が何個かあった気がする。ほら、こっちが行き止まりなのかな。下で合ってたんか。うわ、出た、ハリーセン。金銀のなんか地味なポケモン、地味なポケモンランキングトップ5ぐらいに入りそうなやつ。トップ5ぐらい地味やけど使ってみたら意外と強いやつ。なんギリ耐えられていく。こいつなんか特性スイスイ、なんか夢特性かなんかでスイスイになって、じゃあ威嚇か。じゃあもともとスイスイで雨の軌道要因やってんな。雨乞い前で爆発してんけど、夢特性が威嚇やったっけ。え、俺ここもこいつも倒してへん。え、どんだけトレーナーおんねん。こいつ奥さん進化するの。ああ、わかるわかる。確かにあれからオクタンに進化しそうな気はするよね。ハリーセン水毒、タツはあの水単体。タツ水単体。ないぐらいちょっとこいつのレベル上がるのは強すぎて。まあでも多分この辺でまた渦潮出てきて、あれ、あ、ここで繋がってたんか。じゃあ多分こいつやな。あとはこれ倒したらもう丹波ジムに着陸ちゃうか。教授にメガニウムまで行っちゃいそうやな。しゃあ、ちょっとなんかね、なんか前のプラチナでこういうところのトレーナー取りこぼしてレベル上げきれなくて四天王で積んだから、一回もうくまなくもう やるね俺トレーナー。あ、来た、あったあったあった、ここや、薬屋さん。ん？薬？君のポケモンそんなには重症と思えへんが、何事か困っとるんか。フーム、途絶えのポケモンから分かった。それならこの薬は持っていきよし。やべえ、俺金持ってないけど大丈夫？あ、強すぎるからよほどのことでないとあげへんのや。じゃあもうこれ、俺嘘ついてさ、毎回、東大の電流が死にそうなんですって、毎回嘘ついて、毎回もらったろ俺、秘伝の薬。で、それ横流ししてる、もげたろ。てか、ここにサファリゾーンあんのやろ、行こうや。サファリゾーン行きたい。で、しかも俺はここで直帰せずに、まず丹波のジムリーダー倒してから行くから。んなもうまだ苦しんでもらうで、あいつ。んなすぐ薬あげるわけないやろ、俺が。ちょっと待って、ここが確かね、あー、写真マジ。なんかさ、ツボツボくれるやつおらんかった、ここ。どれやっけ？こいつか？何かに海の神様。確かにこれがルギアや。ルギア。特別な技で覚えてないと先に進めないんじゃないかな。ここか。あ、これっぽい。なんて音だ。君と同じぐらいの年頃で目つきが鋭くて、髪の毛が長くて、なんだか怖そうな少年に大事なポケモン取られた。あいつマジで犯罪者やな。
手元に1匹残ってるけど、また襲われたらどうしよう。君強そうだったらしばらくポケモン預かってよ。しゃないからもらったるか。俺もこれあのこの GHS 流すからしっかり。あー兄ちゃん、あのポケモンなんか欲しいってやってておったからあげてもうたわ。あ、ごめんな。ああちゃんとこいつ持ってたなんかジュースみたいなのちゃんと持っといたから、君も住所で勘弁してやつって。もう一生もう人を信用できなくなんねやろな、あのお兄さん。しかも俺こいつはちょっと手持ちなくしくなるから一回ボックスに預けると。ツボツボ、あ、でも性格は一応悪くないっすね、のんき。懐いてたら返さなくていい。あー、そんなんあった気がする。返そうとしてももういいよって言ってくれるパターンやんな。さあ薬ももらったことやし、サファリゾーン行こう。町の北にある岩を砕くといろんなものが出てくるんだ。岩を壊したきゃポケモンに行く役だけをさせないんだわ。なんかおる、なんかおる、なんかおる、なんかおる。ちょ、レポート書こう。なんかおった。これ捕まえんのここで。ちょっと一旦この辺の岩砕きをやってからにしようかな。何も出ないな。なんかポケモン出なかったっけ、岩砕きで。あ、出ないわ。あ、出ないんか。それともあれか、あれのスプレーの効果か。あ、お、元気のガキが来た。これでかい。こういうのしっかり拾わんと。お前あれ、やっぱこれスプレーかかってるとこういうなんか特殊なあれもないんか。あー、まあいいや。え、あ、逃げた。あ、逃げるんか。あ、じゃあ喜んでる。え、あ、逃げるんか結局。出た、みなき。今のスイ君じゃなかったか、ちょっとしか見なかったが、上の海を、スイ君が走っていったように見えたぜ。スイ君は尽くしてリリシー、しかもものすごい朝で町を駆け巡る。私もっと近くでスイ君見たいんだけど。よし、うわ、出た、戦闘か。俺ちゃんとあれやったっけ、回復。あ、スリープもう絶対催眠術と峰落ちもやってんのやろな。いや、こいつね、ちょっとベンガで倒すわ。これスイ君ってでもしばらく出ないんでしたっけ、こっちのあのあれには。うわ、お前ちゃんとタイプ相性理解して。あ、でもあれない。うわ、レベル27、結構高い。あ、買った。あ、硬すぎへん、こんなもんか。お前技がガチすぎんねんって。ちょっとやめてやった、耐えてくれ一発。死んだよわしのエルベルビル。まあ、茜のね、じゃあもう物理技でワンパンよこんなやつ。しかも俺はちょっとテクニック見せようかな。岩石封じで殴ってから、これ多分ね、こいつやったら耐える。ガンプで削ってから、うわぎリアルタスキーで、うわちょっとこれなんかてかこの丸前硬いな。お前しかも S 下げたのにまだ早いか。あ、やばい、積んだ可能性がある。思いもろないところで積んだ可能性がある。クソ、ちょっとレベル上げ諦めて、ちょっとごめん、丸前やっぱこいつ倒そう。マジかよお前。丸前って物理耐久そんななかったやな。でもこいつ S140 っすね。そう、140でも実数値で考えたら、そのあれかな、1点前下げてもあれか、抜かれてんのか。そう、あ、よかった。メンバー弱い、弱ないやろ全然。バランスもええし、お前うちにはクロバットおんねんぞ、丸マインと同じぐらいの。
うん、おしゃ。うん、ちょっと待ってくれ、ほんまに静電気食らったん、マジでしんどい。うわ、やばい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 、下手に手抜いたらえらいことになった。ちょ待ってごめん、回復するわ一回。お前それはな、あかんで、あかんで、俺そんな見なきにあれさ、あかん。スイー君にトレーナーとして認めてもらったん俺やねんから、お前じゃないねん、俺やねん。残念やったな。うわ、危ね。ちょっともう一回間違いに、よっしゃ。なあ、ソニックウームってあれ90やったっけ、命中率。たまに外れるやんな、あれ。ちょっとこの丸前なんか硬かったわ、えらい。よっしゃ、ガッツルもらっていくか。スリープか。スリープはじゃあもうシフラで噛みついてろ。あ、そっか、そっか、スリープあれか。レベル高いな、やっぱ俺低いんか。じゃあ俺低いってこと、俺のレベルが。ふざけんなよ。またもう、またボブ、なんか押しましょう、間違えた、足しかちゃった。ちょっと自滅してくれ。よし、あ、もうやばいな、ほんまに。このクロバット以外全員弱いわ。弱すぎるっていうか、レベルが低い、やっぱ。こっち強化合宿入らなあかんかもな。うわ、もうこいつら絶対だってヘルガーで倒したかったのに。もうゴーストレベル25。お前噛みつくで、ちょっと言っとけ。じゃあ、もうちょっと育成せなあかんのか。悔しいけど私の負けだ。猛虎は賞金として3240円で抜いた。スイ君が君の様子を伺っていたわけが少し分かった気がする。とにかく私はこのままスイ君を探して続ける。君とまたどこで会うかもしれないな。じゃあ俺も次ミナキと会うまでに、あのスイ君捕まえて、あの一発目で出したるわ。アバフ君じゃうか、そしたら。これがスイ君、まさか君がゲットしたって言うのか。今はもうこの花芽で波の風と音を聞きながらのみの暮らしている。まあでも俺もね、もう YouTube 引退したらこうやってもう隠居生活を送るから。え？触りゾーンってここなん？あ、崖っぷちゲート、手軽に野生体験、バオバ園長の触りゾーン間もなくオープン。あ、まだできてないのか。ようさんおっての捕まえ放題らしいよ。そんなもん行かなあかんやろ。おばあちゃんも触りゾーンできるの楽しみにしてんねん。早くできんかな。これはじゃあいつぐらいからできるんだろう。全然まだ先か。じゃあまあ一旦ポケセンで回復して、これ学習装置ないの痛いな。学習装置ないの痛いわ。でもまだこの段階じゃゲットできないんですよね。欲しい学習装置、欲しい。欲しいやんな。赤ギャラとかまで無理やんな。修行に夢中で気づかない。ああなるほど、こういうタイプか。本人目の前におるけど、あの滝を止めないとやってくれないっていう。わ、しかもそっか、ここ格闘やから俺のデルビルとアカネがダメだ。マジで。ここでがっつりレベル上げようと思ってたのに俺。マジか。うわ、沢村レベル27。よし、じゃあもうひたすらこれ繰り返す。ちょっとマジでね、ここの経験値も全部超えたいんだったら、ほんまに窓から取り返しつかんことあるからな。
翼で撃つでいいか。サムラはね、防御出動口が50とかしかないんで、物理で殴れば OK。 ここ結構多いの。あいつみたいに手持ち1匹とかやったらな、このもうヘル、もう戦闘あれにしてみたいな。エビやらか。じゃあカポエラ持ってるやつもいるのかな。サームラ、エビやら、カポエラ。うわ、しかもなんか読まれた。絶対さっきの試合見とったこいつ。ここでマッパ打ってくれたらマジでありがたい。ああ、じゃあ、OK やな、これで。いや、今のマッパマジでありがたいわ。カポエラはね、カポエラは、いや、第2世代から出てきたポケモンだった気がする。エビアラってガラルに出るけど人気あるんですかね。いや、だから初代ポケモンはリストラしないんちゃう？やっぱ金銀、金盾で。うねる拳でお前のポケモンこのまましてやろう。こいつもなんかパンチ使ってきそうやな。うわ、あ、マンキーか。いやー、これマンキーとかやったらちょっとなんかダメージでワンパンできない。あー、しかも抜かれてる。スマヤさん抜かれてるやんけ。もちろん、あ、オッケー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 。火力じゃ負けないわけよ。いや、こいつも、まあどうしよっかな。ちょっと茜で行こっかな。マンキーぐらいやったらさ、仮に空手ショップとか食らっても、まあ、耐えるやろ一発は。でもしょっぱなから踏みつけしたってワンチャンひるめば OK っていう。あ、 OKOKOK。 よっしゃ、カリキ。バルキーは、あの、ね、金銀やとなんかちょっとまだもらえなかった気がするで。よし、なんか。わあ、怒り猿来た。そのまま行って、さすがにちょ、この猿はな、あかん。レベル25か、やっぱ上がってきてるな。猿はもうシフラの翼で撃つで、しっかり狩る、しっかり狩り取る。オッケー。サムラ、エビアラ、カポエラなんか一番好き。何好き？あ、俺ね、俺サムラっすね、一番好きな。うん、見た目も好きだし、やっぱなんか性能も好き、サムラが。ただでも対戦で一番使われるのってカポエラやんな。裸一貫、言葉はいらない。拳で語ろう。サムラ強いよ、ほんまに。だって、あいつスカーフも出せればちょうどあの130度抜けるし、あの無補正で。85やろ、素早さ。一発でお願いします。いや、じゃあ技の火力も高いやん。あと一応先制技もちゃんと覚えるし。ああ、ゴーリキ、アヤネか。ちょ、これはそのまま行って、シフラに交換で。まあ、ここ多分ね、クロバットがおるから、楽勝やと思うな、ジムリーダー、ジム戦としては。多分楽勝やろ。翼打つ。やっぱ大文字強い。オッケー。サムラは一時期ダブルで有名だった。そうなの。なんかカポエラもでもダブルで使われんやろ、あれ威嚇やから。あいつのなんかセンサーだしか持たない方鬱陶しかったわ。あのテクニシャンでバレーパン、猫魂、マッパー、あとなんか不意打ちみたいな。
先生技オンリーの型なかったっけ、カポエラの玉持ちで。普通に強かったもん。大きなハンドルを回しますか。オッケー、これであいつをちょっと目覚ましてると。こいつやばいな、家の中で滝をやるってどんだけモチベ高いの。ちょっとこれあれやるわ、薬使ったろ。あれあった、いい傷薬でいいやんな。よっしゃ、じゃあちょっと行きますか。しじません、ぬお。激しく流れる落ちる滝がわしの頭の上に集って、こら、勝手に水を止めるな。わしの修行の邪魔をしよって。言っとくわしは強いぞ。こうやって毎日滝に打たれてるからな。何、ポケモンとは関係ない。ふん、それもそうだ。では勝負と行くか。ちょっと今のでも声をね抑えてたんですよ、隣の将棋使って。お前初手怒れたのか。うわ、しかもレベル高っ。じゃあレベル低いんか俺。どっかで抜かれんのかな。じゃあ、お前交換読みで気合パンチしてきた。タイプ1気合パンチの威力ね、225ぐらいあるんですけど、ここはしっかり4分の1受けられるんで、そんな入らないの。あ、いけるかな。いや、こいつおったら楽勝だわ多分。あ、オッケー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 。せめてなんかお前飛行タイプの対策とか売ってんねやろなお前。あー、めんどくさい。けどまあ関係ない。結局上から殴れると。まあこいつは多分ね、いける。オコエザルは問題はもう一匹やねん。問題もう一匹やねんな。どうしようかな。ちょっと待ってな、これもう一回入れ替えて。多分ベンガルがね、あと1レベルでワンチャン進化するんじゃん。24か6やった気がするから。うわ、ニョロボン、しかも31 レベル31ってマジで。さすがにでも初手格闘技打ってくるやろ。あ、水技の可能性もあるか。あー、やばいやばい、これ等倍や、やばい。あ、でもニョロボンやったら一応最悪あのあいつでもいけるか。それ打つ。うわ、レベル31だ。半分いった。うわ、催眠中失敗しとる相手かばる。押してくれ押してくれ押してくれ。あー、耐えられた、やばい。あー、オブの実を取る。あ、ニョロボンなんか持ってんのこれ、飛行対策。あ すまん、ちょっと運が良すぎたわ。なんでお前そんな催眠術にこだわったんや。あ、20なかった。オッケーオッケー。なんだけなんかその鉄の拳がどの頃してたのに、そんな変化剤。あ、来た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 。ヘルが進化するでお前ら。来た。俺はだからこいつと旅するためにやってんねんからな。こいつと旅するために始めたんや俺は、ポケモン SJ 奏者。しかもめっちゃかっこいい。やっやったやったぜ。うむ、わしが負けるとは。これは参った。よし、このショックバッチお前にふさわしい。岩流れとか覚えてたね、ヨロボン。じゃあそれ打ってきてほしかったな。うむ、続いてこいつ持ってきて技マシンズ1。これがあのね、気合パンチや確か。これ気合パンやろ。俺だって覚えて、昔気合パンチが好きすぎていろんなボケレンも出しててんけど、マザーマシンをね、あのリスナーからしょっちゅう削除してた気がしよう。それは丹波の自分マッチ。じゃあこの秘伝マシン持っていくといいわ。流れるようにしてなんかもらいましたよ。これは空を飛ぶかな。あ、やった。これをじゃあ俺クロバットに動かせよう。金銀だと爆裂パンチあった。あ、そうなんや。そうやったっけ、覚えてないけど。やった。しかもほら
こう、クロバットが、ゴルバットは覚えへんねん。クロバットは覚えんねん。もうなんか、翼で撃つ。まあ一応残しときたいよな。怪しい光いらんか。ああ、まあ怪しい光もいらん。こういうもうなんか、運ゲーには頼らないけども。ヘルガーのステータスちょっと見ます？じゃあ。シャドウボかなんか覚えさせようかな。ちょっとなんかでもパーティーが、ね、赤木っぽくなってきたやんな、俺。うわー、強っ。両刀って感じ。防御低すぎるけど。いや、強いわ。強い。ただ、炎技がないから、ちゃんとした。まあ、大文字ぐらいから、まあ、それをなんとか。そこカバーできるやつ、やっぱ解放者欲しいねんな。うわ、しかもめっちゃ便利だったやん、これ。これでだって、もうだって、アカネさんいけるんやろ。そうやね、だから、シャドーボールだね、悪の波動とかと被るから、でも悪の波動が、の技マシンが、当分ないんやったらさ、もう今、シャドーを動かせしかないんちゃうかな。まあ、ただ、それが神砕くやな。神砕く。あ、そうか、右上変えるわ。トゥ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 。ういー、来た、やっとヘルガーが。ねえ、ん、え、サファリ行けるようになったん？サファリ行けんの？ちょっと一回みかん行こうか。一回まずみかんの赤ちゃんに秘伝の薬をあげようかなと。え、神砕くもそんな遅いん？ちょっと技に何ありやな、ヘルガー。ライトルームに着きました。おい、これ持ってきただて。あー、赤ちゃん、みかんちゃん持ってきたよ。その薬で赤ちゃん治すんですか？はい。で、こうやって、あげるふりして、あ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこれで早く明かりちゃんに、つって。で、シュッて手引いて、何を言ってるの？これ、私がわざわざ、5万で買ってあげたんだよ。それはもちろん、ダイキングで支払ってくれるんだよね、って。お金請求するわ、俺。いや、そんな、私、まだ財布に、まだ1万円しか入っていないんです。ちょっとじゃあ、近くの、セブンイレブンで下ろしてくるんで、待っててもらっていいですか？その好きなあかりちゃん連れて帰ろう、俺。わあ、でもすごいな。まああれやろな、俺がその序盤の草むらで何やったっけ、メリープとか捕まえてたら、もしかしたらここで電流ミラーみたいなのできたかもな。しかも みかんすごいな、トレーナーうじゃうじゃおる、あっちから帰ってやったで。なんでエレベーター使えんねん。よっしゃ、じゃあ行くか。すいません、おもんなかったっすか、すいませんでした。僕いつもポケモンのストーリー、こういうことばっか考えてやってるんですよ。これね、ちなみにね、あ、バオバから電話だ。バオバって誰やった？あ、ほんまや、オープンしたサファリが。そこ抜けて少し歩けばすぐそう。でもさ、せっかくここまで来たから一回ちょっともうみかん行くわ。そっからじっくりサファリゾーン楽しもうかな。で、これリメイク前と大幅に異なる点があって、ジムトレーナーいるんすよ、ここ。ほらね、リメイク前の金銀はもうみかんしかおらんねん。だけど、おると。はい。うむ、やはり来たんだね。ジムリーダーのために力を貸してくれた君だが、ジムはジムだ。しっかり戦ってきたまえ。え？あなたの実力が東大見せてもらったわ。今度はその力をみかんちゃんぶつけるのよ。応援してるわ。あれ？あ、こんな感じだっけ？
東大で倒してるともういいのか。あ、そうなんや。東大でありがとうございました。でも勝負は別ですよ。改めて自己紹介します。私はジムリーダーのみかん。使うポケモンはシャキーン。剥がれタイプ。かわいいな。剥がれタイプってご存知ですか。とっても硬くて冷たくて、鋭くて強いんですよ。本当なんですよ。いや、みかんがちゃんとかわいい自分を演じてるのがいいね。ただお前が言った通り勝負は別だ。お前が俺、うわ、でもレベル30はちょっと高いな。銃弾は5発しかない。大文字いけるか。ヘルガいったれ。はい、まず一発命中。多分大文字ちゃんと当てればね、あの3ターンで終わんねん。3匹やったら相手。はい、まず壁突破。ハガネール、もういきなりからエース級来る。だってこれさすがにさ、レベル、もう、35もあんの。ガチやん。でも、絶対俺の方が早いから、発ね。オッケー、当たった。いや、これもう一発でお願いします。いや、もういけるいける、絶対いける。一発でいける、絶対いける。耐えられた。やばい、ちょっと、何してくんねん。なんか、ロックカットとかしてこい。あ、おっしゃ。ただ、ここでちゃんと当てれば OK。当てろ。あ、くそ。あ、アイアンテールやったらワンチャン耐えるんちゃうか。いや、無理かな。あ、無理っぽいな。あ、無理やった。くそが、お前は。まあ、いや、ちょっと俺じゃあこの、アカネ出して、で、アカネじゃもちろん勝てないから、変えて、ちょっと経験値を入れる。んー、でもこれヘルが失っちゃったらさ、ハガネルこれ倒せなくない。あー、よかった。今のアイアンテール直撃してたら危なかったぞ。まあでもさすがにマジカルリーフ連打でね、いけると思うんですよ。いや、無理か。いや、しかも自分に有利な盤面作ってきた。どうしようこいつ。回復してきそうやな、でもな。いや、これダメだ。これヘルがいなきゃあかんから、ちょ、多分回復してくるんで、もう元気のかけらもヘルガに使って。ん、なんで回復しないの。お前、自分のポケモンじゃない、 あのあかりちゃんにはあんだけ愛情捨てたくせに。実はそのハガネール、お前あれしてるんじゃう、いじめてるんじゃう、日々から。落ちないか。あー、来た。よっしゃ、倒した。今の乱数やな多分。まあ、ぶっちゃけ、ハガネル倒したらもう、勝ちやわ。あ、まあ、しかももう一匹、あれ、レアコイルとか、出してこなかったっけ。あれ、コイル、レアコイル、ハガネルじゃなかった。あ、そっか、ごめん、新緑やった。その、いつも忘れるわ。新緑でしたね。はい、さようなら、みかんちゃん。ちょっと弱すぎるんでね。せめてなんか炎タイプのなんか強いやつ、ちょっと育成しときなさい、あなたは。お見事でした。モコンは初見として4200円。てか、なんか今日思った以上にバッチ早かったんやけど、もうちょっとやろう。ポケモントレーナーとしてあなたの方が上手みたい。強さも優しさもねって。いや、自覚してるわ、ほら。ハガネール、やっぱ裏で芝居てんねん、こいつ。では、リーグの決まり通りパッチを差し上げます。だから、ジョーロで、ほら、ハガネールじゃん。あなた、ちゃんとこのアイアンテール、次、あ、もう、あなたがアイアンテール外すたびに、ジョーロで水かけますよって言って、脅してんのやろ。あと、これもどうぞ。ドラマシン23を手に入れた。それか、あれで、なんか、バーナーみたいなやつで。お前、次、外したら焼くぞ、つって。硬い尻尾を叩きつけながら、時々相手の防御を下げることあるんです。あれ？そんだけか。あまりうまくないんですけど、頑張ってくださいね。この、でも、みかんちゃんがね、プラチナにね、いるんです。アサキシティに。アサキじゃなくて、最後のジブリダーのところに。だから、ハガネルの穴かけてる。そう。普通に殴ってくるから、やっぱ、ボロボロなるんですよね。で、やっぱ相手がみかんちゃんだったら抵抗もできないからさ。やべ、なんか
まあでもここの辺の下りはね早いんですよね、やっぱバッジ5個目から6個目は。お預かりしたポケモンみんな元気になりました。またいつでもご利用くださいませ。よし、ちょっと触れゾーン行くか。触れゾーン行きましょう。空を飛ぶで、あ、てかここってなんなんこれ。あ、これが、ああ、ああ、あの岩、あ、そっか、岩のところか。なんかロッククライムのあれがあるのが気になるな。え、なにこれ。うわ、なんか神曲流れてる。え、なんかかっこいい曲流れてません？あ、しかもトレーナーか。うわ、岩男ってことはちょっとヘルガーじゃきついか。でもそろそろちょっと本格的にこれミルタンクとかのレベル上げていかな、やばいで。うわ、残っち持ってるお前。欲しい。あー、大文字はやっぱな、こういう試合で雑に使いにくいの嫌やな。まあ、しかも外れるねんな、これ。外れるし、PP も低いしな。やはり早急に火炎放射のなんか技マシンをもう取りに行く必要あるかな。え、ハガネル出んのここ。やべえ、ちょっとさ、今日の命中率がやばい。あ、やばい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 。あ、確かにチャンピオンロードの手前感あるな、雰囲気が。でも3連発外した。え、4連発外した。あ、どんだけの薄い確率やこれ。 15%4 連続で引いた。逆に言ったらこれパチンコやったらええことになってたな。くそ。ここで手持ち逃がしてレーダーリセットしたらボックスにボルギニオンがいる。嘘つけ。俺でもこの辺ね、あんまりねやった記憶がないんですよ、実は。サファリゾーン、入れ替える。なんでかっていうと、もう僕あの当時やっぱ普通にただのガチ勢やったから、まあもう早くその教え技とか、あの、深作業したかったんですよね、あの、ポケモンの、第4世代の。で、焦ってストーリークリアしたから、こういう寄り道してないねんな。お前ちょっとヘニミラーに打つのやめてくれよ。で、なんか、やばない？残っちめっちゃ強いね。下らへんに伝説ポケモンとか出てくるのこれは。いやー、ちょっと行きたいな。うわ、全部残っちか。強い。モルクなんで防御受けてきやがった。うわ、ちょっと待って、ここのトレーナー、うわ、ちょっと、たまらず交換かなこれは。まあヘルガーの大文字でいいか。でも、うわ、ごめん、 PP なかった。せやった、最悪や。確実に相手が転がるの準備してきてる。転がる打たれる前にマジカルリフで倒すか。転がる打たれる前に。あー、やばい、もう手持ちがみんな麻痺した。
なあ、ヘビニラミってこの時代ってまだ命中低かったやんな。80とかやったやんな。70とかやったっけ。75やったっけ。何もやったっけ。なんかこの時代は低かった気がする。そう、電磁矢のほぼ解剖がみたいな。地面のタイプをしびれさせられる以外は75でした。70か7、なんか結構低かったっていう記憶が。ちょ、これ一回戻ろうかな、さすがに。もうあの岩男に全部、あ、戻んのやめた。道具あるから使おう、ちゃんとこういうの。もうちゃんと使う、もう余さず使う。こういう PPA だとかも使う。で、マヒナ越しもしっかり使ってあげて、で、いい傷を使ってやると。ここ何なんですか、ちなみに。ん？断崖の洞窟？一つは正解で一つは行き止まりかもしれない。でも一人は両方の道を確かめてみなければ気が進まないもんなんだよな。上りははしごと下りのはしご、どっち、君はどっちに行く？え、ポケモンが出るんだ。うわ、ゴルバットレベル20。ん？ここなんか強いぞ。え、ここなんか野生も全部なんか強い。やった方がいいやんな、絶対この辺。断崖の洞窟下のエリア。お、え、ここ何マジで。え、俺、え、違う、え、下手したら記憶がないっていうか、そもそも俺行ったことないかも。あ、パウアウ出た。あー、レベル低いなー。あー、でもパウアウとか可愛いから使ってあげたいけどなん、なんもなかったぞ。これなんかどんなポケモンが出るかちょっと見てみたいわ。うん、ここにそういうの珍しいの出るんか。そうなんや。ダーンダーン、エンカウント率が異常高い。いや、でもね、ごめん、パウアウよく考えたらこいつ初代やったから、ちょっと僕の構想には入れられないです。いや、ごめん、多分覚えてないどころか、多分やっここ飛ばしてたわ、ストーリーで。うん、多分飛ばしてるわ。これ完全初見かもしれん。めっちゃエンカウントするやばいぐらい出てくる。うい、まあ、そやな、スプレーまこ。ただちょっと他にどんなやつが出るんかなっていうのが気になってしゃあないねんな。私頑張りますね。うん、あー、ロック、俺ちょっとやばい、これヘルガーよりレベル高いやつが出てきたってことやで。これやばいで。25の野生ポケモン出た。ちょっと倒そうかな。
いやー、やばいな。こんなステージがあったなんて。しかもこれロッククライムで行くとこやからまだ行けないのか。なるほど。じゃあもうちょっとかなり後の方に来る場所やったんかな、もしかして。ほら滝登りとかもあるもん。これ後の方に来るとこやったんか。これクリア後に来たい。クリア後に行ってみたいな。まあ、一応レッド倒すまでやろうと思ってる。HGSS は。ああ、この滝登りや。マジかよ。こんな、やばいとこなんか。これ上は？しかもちょっとエグそうな二人組来たで。タム、1たす1は2だけど、僕ら二人はそれ以上の強さだよ。アン、私たち二人はただの二人じゃないのよ。これエリトレ？エスパー使いか？うわ、ダブルチームはやばい。タッグ、うわ、しかもタッグボルト GX 来た。うわ。あ、やばい。どうしよう。それ一旦ダイヤモンドエレブに乗って、頭突きで、まずエレブから倒そうか。あ、いける。あ、しかもエレブめっちゃケツ。あ、エレブ、ま、焼き直した。でかい。うわ、もう、このエリア、真っ先にまず麻痺させるのを目的に戦ってるな。あー、これ多分ベイリー不審だね。さすがにブーバーの解放者耐えない。うわ、ちょっと普通に強いわ。普通にエグいぐらい強い。エグいぐらい強い。赤猫。で、噛みつくでひるませて、怪力打ったろうかな。守るも持ってんのか。うわ、こういう時にかけて2人とも動きやがった。2年守るしとる。2年守る成功させられた。いや、もう嫌がらせに特化してるやん。あ、しかもそっか、麻痺してるから失敗返しなかった。ああ、もう。噛み合わんな、さっきから。ムーマもここに出んの？へえ。ちょっと待って、これちょっとあんま、なんか強いっていうか、なんかめんどくさいな。こいつは、お前ちゃんと、そう、買い物者とか売ってこいでしょ、もっとお前。うわ、ベンガルがめっちゃまひってる。ベンガルまひってる。これまひ直しあと1個あったか。そのサファリゾーン行くまでにそんな長い道のりがあったんか。ここ茜死んだよ。茜死んだし、このなんかかゆい。ただベンガルのレベルが上がると計算外だった。あなたはただのものではない。ちょっと待ってな。でもね、なんかあれあった気がする。何でも直しみたいなやつないわ。やばい、ない。これちょっと待って。あ、違うあれがある。クラボの実がある。クラボの実、それも持ってない。これ一旦ポケさん行った方がいいかもしれん。しかもなんか下のキャンピクニックボボガールみたいなやつをあれしちゃってるか。高校の尻尾。うわー、これちょっと一回ポケせんやな。まあそれか、そうやな、一回殺しんでもらって復活を打つとか。ポケセン戻るのでもちょっとしんどいけど、まあこれは戻らなあかんな。戻った方がいい。戻らなあかん。なんていうか、普通にこれでいけたな。
俺ここだけマジで記憶にないわ。完全にスルーしたんかな。サファリゾーンにでもつけばポケセンあるんか。いやマジか。でしかも俺アイテム買うわ。ちょっとアイテム買っていい？アイテム屋さんない。あれフレンドショップない。なんで？あれフレンドショップないねんけど。丹波ジムシティってなんでないんでしたっけ。あ、なんか代わりに薬屋があるんやったっけ。マジかよ。しかもそこになんかおる。どうしようかな。ちょっと茜のレベル上げたいな。まずベンガルやな。ベンガルをレギュラーのラインに28級に引き上げてから茜強化合宿入る。あ、そっか、さっきの薬屋さんか。あっこが一応ショップの代わりってことか。もうこのポポッコとかもさ、大文字で倒せるけど、解放者がいいな。うーん、解放者が欲しい。マリル？今日何時ぐらいまで？ちょっと待って、なんか今。あのね、7つ目のあのジムぐらいまで行くわ。まあ、倒すかどうか別として、7つ目があるその町ぐらいまでちょっと行きたい。うん、7つ目のジムぐらいまで行きたい。レベルのね、解放者がなんかもうめっちゃ先らしくて、40何歩とからしいからね。やっぱこれ技マシンじゃなきゃあかんねや。あー、鍵原、まあまあ、ちょっと今、そこはちょっと進行状況見て決めるわ。お、クラブや。え、これ色違いちゃう？あ、違うか。びっくりした。あ、7つ目は、あの、あれか、イベントなとか。じゃあ、いいや。そこまで行くわ、一旦。いや、クラブの色違い、確か黄色や。もちろん茜をね、宝飾わけですよ。いやでもそう、なんか俺なんかめっちゃなんか茹で上がってると思った。色が濃すぎて。天にも届く気高い心でいつも彼女のことを守ってる僕、広く深く大きな心でいつも彼のことを包み上げてる私。ええな、こいつらラブラブで。うわ、もう持ってるポケモンがガチだし、防御取得値がめっちゃ高いな。そういうコンセプトか、それは。じゃあ、これ多分、でも大文字でパルシェンは倒せて、イワークはこれ変えなあかんか。なんか、この辺のトレーナー普通にガチで強いわ。これはでも、パルシェンは特防がクソ低いね、倒せる。うん。いや、それはさすがにないと思う。そういう変な下ネタみたいな人なんじゃないと俺は信じたいの。パルシェンやからって。あの、これはマジカルリーフで倒せるからいいや。え、噛み砕く54ってほんまに？じゃあもう悪の波動ちょっと。こいつは。君にはかなわないな。あなたすごいじゃない。何やお前ら、いい勝負してくれてどうもありがとう。道中お気をつけて。ええ人たちだった。48番道路、ここからは北のサファリゾーン。
この草むらは何が、なんか出んの？分かれ道なってんのか。うーわ、ケンタロス出た。ケンタロス出よった。欲しいな。ケンタロス欲しいな、これ。多分使わないけど。あ、よかった。ダメージ食らってなくてよかった、ね。あ、でも、こいつでも眠ってみた方がさ、むしろ捕まえやすいからいいかもしれん。まあ、一回スーパーボール適当に投げて。ハイレーズで捕まらん。眠れ、もう眠れ。あー、落ちか。いや、もう、いや、俺はケンタロスじゃなくてミルタンク使うけど、これでも捕まえときたいな、記念に。記念に捕獲しようぜ。うわ、もう捕まる気がないんだもんな、お前は。よし、ケンタロス君、君に、時間制限を設ける。君死にたくないんだったら、このモンスターボールに入りなさい。あと3ターンで、俺はヘルガに大文書を命令する。丸焼きになりながら、焼き肉になりたくないんだったら、捕まれるんだ、しっかり。あ、こいつ、あかんな。角のついてきたで。さっきのパルシェに角のついたで、お前。それ。でもこれ半分いったから。捕まるやろ。捕獲率低いな、やっぱ。これはもう次が最後やな。これがラストチャンスや。もう捕まってくれ、普通に。はい、1、2。あ、いったわ、これだ。あーし、オッケー。オッケー。角を突き合わせて戦う。群れを守る強いケンタロスは傷だらけの角を自慢する。俺、海外で、なんか、闘牛で失敗して、思いっきりその胸ぐら、角でガンっていかれて死んだ闘牛士の動画とかたまに見んねんけど、結構怖いで、ほんま。牛、リアルの牛のあの迫力がね、ちょっとほんまに、多分旗から見てんのとはもう全然違うんやろなと思う。あんなプロの人でもさ、避けれんねんね、角。普通に怖い。なんかサイコパスとか、夜中とかにそういう動画たまに見たくなるって言い方したらあれやけど、なんかついついその 見ちゃうというか、パッてなんか出てきたら。今女いってこと言ってた、ほんまちょっともう一回聞いていい？これちょっと全然話聞いてなかった。しょっちゅうポケさんに顔出してる人はポケモンを大切にしてる人。あなたそう思わない？ああ、何のことやろ。俺しょっちゅう来てるからな、ポケさん。あら、何か買ってくれるの？お店の試着するからちょっと待ってて。およそお買い物ですね。え？売店？おー！クイックボールある！え？何本？今4万持ってんのか。クイックボールさ、これ10個ぐらい買おうかな、もう。クイボもダークボールもあるんや。ええな。いや、こちらのサファリゾーンは楽しいもんです。私、夢中でポケモン追いかけましたぞ。いつも連れてるプリンが記念を悪くしてしまいました。私無口なのよ。サファリサファリ楽しいぞ、面白いぞ。たくさんのポケモンが僕ら待ってる。これ僕が作った歌。他に売店ないんですかね。お、来たで。お、あー、なるほど、ドル口のアイテムを売ってるわけか。ただ必要ないな、俺には。レベル30で、この牙か。おお、待っておったよ、君のこと。どうだね、すごいだろう。見ての通り、新しいサファリがオープンしたんで、さて、そこで、突然の私の考えたサファリのオーナー、適正試験を受けてみんか。はい。俺、オーナーにさせられんの？サファリで石つぶてを1匹捕まえて、私に見せてくれば合格だ。石つぶてはサファリに入ってすぐの草むらにいるから、ちょっと探せば見つかるはず。では、祈ってるよ、君の幸運を。これって絶対やらなあかんやつ？ん？
あ、サファリ通信、マイクロ準備中。説明を聞きたいな。30個のボール使って捕まえると。またサファリでポケモンと出会った時には餌か道路のどちらかを投げることができます。餌は投げるとポケモンは逃げ気味になりますが、使う。うーん、500円でポケモン取り放題、サファリゾーンで遊びますか。はい。何取ろうかな。ラッキーとかも出るんじゃん、絶対ここで。ラッキーとか出るやろ。あ、サファリのバージョンが上がっていくんか。いやー、なんかやったことあるかな、サファリゾーン。なんか全然記憶ないんですよね、この辺。え、ヨーゲラスヒロしか出ない。そうなの。あ、ウッパー出た。うわ、ウッパーかー。ウッパーかー。まあ一応泥投げて逃げた。サファリゾーンで色違いとか出たら最悪やけどね。お、コダック。まあでも捕まるだけ捕まえようか。もうなあ、俺サファリゾーン絶対餌投げないねんけど。お、捕まった。オッケー。餌ってマジで投げる意味ないっすよね。あれ投げたらだって捕まりにくくなるんやろ。要は試行回数を多く稼げる可能性が上がるけど、捕獲率も下げてるから。で、餌って意味ないやんな、絶対。ちょっとでもウーパー捕まえたい気もするな。あ、あっさりいくわ。まあなんかこの辺のポケモンは多分あんまり投げんでも。てか別に泥いらんか。泥もいらんか。いや、なんかウーパーもしかしたらレベル高いからさ、捕まえとこうと思って。この辺の石すべてでも出ないですね。あ、広い広い広い。なんかめっちゃ広いわ。サファリゾーン楽しい。なんか出ないかな。ネイティ出ないか。ネイティ行こうで。ケーシーはまあ投げよう。ラプラスも出るん、マジで。もう出てくんな、お前は。ちょっと一回ドル投げつけたるか。おし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 。全部捕まえようかな、もう。ガルーラとか、なんか、その辺は出てきそうやな、普通に。ケンタロス、あとストライク、ハッサム。カイロスは？ヘラクロ、まあ、ヘラクロスは続きとかで出るやつかな。ブーバー出んの？カイロス出る？あ、ムーマ来た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 。あ、今マジで使う。欲しい欲しい欲しい。ムーマ欲しい。おとなしく捕まってくれ、お願い。おっしゃ、捕まえた。ムーマも出るんか。ムーマ来た。でも闇の石がないからムーマ味に進化できない。夜中の人の泣き叫びような鳴き声出してみんなを驚かせるいたずら好き。かわいい。ムーマでも昔初めて見た時ちょっと怖かったね、俺。金銀で、あの白金山で出るんすよ、ムーマが。でもなんかあの時って、うわ、ゴーストも出た。全部取ろう、もう。で、なんかムーマってちっちゃいやんか。でも、金銀のグラフィックやとめっちゃ、やたらでかくて、なんかそれが怖かったっていう思い出がある。ムーマ。なんか怖かったやんな。ちょっと怖かった気がするわ。
あ、まだつぼみ来た。まだつぼみ捕まえて、まあお前もじゃあ適当にボール投げたろうか。乱獲しようかな、もう。くそー、まだつぼみのくせに出てきやがって。え、もうちょっと待って、これね、ちょっとこういう捕獲率の高いポケモンが出てくるのがムカつくんですよ。あ、石通ってはまあ帰り際にまあ捕まえようかな。じゃあオッケー。ちょっとなんかおしっこ行けなくなってきたから行っていいですか。おしっこ行っていい、ちょっと一瞬で帰ってくるからおしっこ行ってくるわ。しゃ、何が出る、あと他に強いやつは。山エリアのヨーギラス、やっぱり目玉は。ヨーギラス捕まりに行こう。じゃヨーギラスどこや。ヨーギラス、ここ砂漠エリアか、これは。ここ砂漠エリア？これ何エリア、これ。これ何エリア、これ。あ、夜は出えへんの？ああ、そうなんか。じゃあもう DS の時間を無理やり変えて出すしかないな。まあでも、まあ、出ないんやったらしゃあないか。ズバッとしか出ない。ズバッとしか出えへんで。どこ？これ何これ。なんか狭ないでか、エリア。これ何やこれ。おお、ニドリーノ来た。捕まれ。オーナー試験クリア後にエリア変えないと山に、あ、山エリアがそもそも出てないじゃん。最初はじゃあまだその少ないのね。じゃあ石つぶてとかその指定されたポケモンを捕まえて、その度にやっぱ拡大していくってことか。石粒ってどこに出るんや、ここ。まあもうそれだけやって一回出ようか。ウッパーかわいい。ここか、入ってすぐってどこや。あ、プリン来た。これも欲しい。こいつも絶対捕獲するやろ。この左のとこかな、じゃあ最初の草むらってことは。お前だからそのあれやで、出てきたらあの石投げるで。うん、よし。一番最初のとこか。ああ、ここ花畑やから、こういうちょっとフェアリーチックなポケモンが出るっていうことか。じゃあピッピとかも出んのかな。ピッピもここかな。大きく体を膨らませながら歌う子守歌は、いつもより長くて絶対に眠くなる。いやもう、プリンなんか、一匹欲しいわ。夜寝つけへんから俺。この右か。ちょっとなんか位置関係がわからへん。マップが、え、ここじゃない？今、岩場のマップってこれ。これちゃうの？これじゃないんか？おー、来た、石つぶて。
それはもう速攻で投げるやろ。ここか。捕まれ。よっしゃい。石つぶてを捕まえていくと。あーそっか、こんな感じやったな。この森エリアって俺行きましたっけ。この辺って俺探索した、してない、したか。まあいっか、一回戻ろうかな。じゃあ、うん、一回戻ってそのオーナーに見せて、でなんかヨーギラスさ、もうなんかおらんらしいから一旦戻るわ。あ、翔平から電話来た。誰、もこちゃんこんばんは。翔平だけど来てた。君に見せてもらった戦い方を参考にしたら、スリープを倒せたよ。おかげで僕のポケモンも強くなった。今度会ったらまた勝負のコツを教えてね。やっと倒したんか。じゃあお前捕まえたで。お前捕まえたよ。ボックスから持ってこなあかんの。もうちょっと待って、ボックス調整中か。え見せれへんやん。じゃあ、あ、ここでいけるか。今のところそのなんか一般トレーナーからの電話で有益なやつが一個もないな。再戦してくださいとか、なんか拾ったからあげるみたいな。なんで？あ、あれボックスちゃうんか、あの青いやつ。でもこれでブラチコリとボックス整理で、ちょっとでもこいつらの様子を見ようかな。お、暴れることが好き、暴れることが好き。ちょっと怒りっぽい。暴れる、あ、まだつぼみ物音便。え、え、ちょ、これさ、おかしない？サファリゾーンのポケモンってこれ部位が多い？もしかして。これ多分26とかじゃないよね。多分 V やんな。絶対。だってみんなやそうやもん。あ、こいつはちゃう、こいつは V なしだけど。捕まえた5匹中、だって4匹が。あ、こいつも昼寝よくするや。あ、こいつもやわ。あ、個体値高めなんか、サファリゾーンって。へぇ。え、いいやん。え、そうなんや。ムーマがしかも控えめでいたずら好きやったっていう。よっしゃ、じゃあこれを一部で見せておこうか。あ、1V? ワンチャン 1V みたいな。まあ、確定じゃなかったっぽいけど。ムーマは使わないっす。まずは第一試験合格。あれ言わんかったかな、試験は第二試験まであるんだよ。そう、オーナーになるにはそんな甘くないんだ。第二試験はそのまだ準備中でな。準備が終わり次第、ポケギア知らせるが待っておくれ。もうちょっと、まああれっすね、多分ストーリーを進めていったらってことやな。したらちょっとひとっ飛びして、しかもこれ多分ここから こう行くから、ここまで空飛びで戻った方がいいな。なあ、そろそろあの舞妓さんのなんかあの歌舞伎のところ開くんちゃうか。で、そのダウジングマシンだけなんか取り逃してるらしいねんな。ここは舞妓さんは、うん、なんかないんか、そのあれ戦うみたいな。ないのか。ないっていうか、多分は忘れてるんやろな。なんか別のイベントになってた気がするけど。ん？足が小さい子の話。そしたら突然枕と。あ、これ、こう入った、入ってた。まだ先か。ああ、はいはいはい。まあ、なんか、ほんと、うろ覚えやけど、そうやった気がする。
じゃあもう先に進んじゃっていいってことかな。あ、なんかある。民家ももう入れるとこないもんな。よっしゃ。バッチな。まあなるほど、OK。ちょっとネタバレになっちゃってるから、一旦そこ、スルーで。一旦それ忘れて、じゃあ先に進みますか。ちなみにこのすり鉢山でしたっけ、ここでなんかマリル出なかったっけ。お、なんか見つけた。え、あそこ鉄砲出る、ほんま出んの。もしわー、でもすり鉢山めっちゃレベルが低いわ。スプレー使って、なんかめっちゃ入り組んでんの。あ、怪力使うところもある。これさあ、ここの探索ってまだできないやったっけ。あー、できねえわこれ。なんかないとあかんわ多分。なんかないとあかんのか。だっていけないやんな。ほら、あー、おい、あ、怪力でいけた、いけた、怪力でいけた。一応ちょっとここ開けて奥まで進んでみる。うん、多分どっかで滝登りがないといけへんでなって。うわ、でもなんか入り組んでる。やべ、分岐で思い出したけど、俺もしかしてさっきのサファリゾーンのところの分岐1個回収できてないとこあったかも。うわ、ここちょっとむずいなぁ。なぁ、俺、すり鉢山の奥にバルキーくれる人おらんかった？お、それ、俺の記憶違いか。なぁ、バルキーってすり鉢山やった気がすんねんけど。違ったっけ？あ、それ、いるやんな、せやんな、いるやんな。いるけどまだか。ここの奥になんか おったっていうふうに僕記憶してます。まだ、じゃあでもあれな、いけないのかな。じゃあまだいけないか、多分まだいけないから、ちょっとスルーするわ。じゃあすり鉢山、シルバースプレー。いや、ちっちゃい頃この辺のダンジョンが本当にすごい複雑に見えたな。ここロッククライマーやろ。ここモンスターボールで、あ、木の玉ゲットした。で、上から段差が広がってるから、ああ、ここも行き止まりだ。ああ、無理や。これ以上行けるところは、ないな。これ以上行けるとこ、なさそうやわ。あるっけ？行ってないとこ。せやね、なんかその地面の色が違うところは今まだ入れないってことは、もう行っちゃっていいか。あ、こっちがまだあった。あ、これなんかまだあった。うわ、曲が不気味やからちょっと早く出たいのに。か、かけらがあるだけか。ほんまか、
別の入り口が、いや、あの、多分ここだから、またいで、あっちに出んのやろ。隣の、隣町のあっち側に。そこやんな。あ、なるほど、まあ、いっか。探索終了。滝登りがあればもっといける。うわ、ニドキング来た。ただレベルがね、低すぎて、さすがに俺の大文字でワンパンやろ、これは。よし。二度、こいつ二度キング、二度クイーン、どっち持ってんの？じゃあ二度クイーンはこの茜で相手しようかな。こいつはちょっと茜でいこう。返す、踏みつけでいいや。硬っ。この隣になんか街みたいなあったやんな。なんか ジムもなんもない街。ジムとかなんもなくて、ただのそのなんか通過点になってる街がなかったっけ。で、その上に、あの、7個目のあれがあった気がする。確かそこの行く過程でヘラクロス全然。ヘラクロスがおる、あの、あ、しかも水、あ、みずほちゃんが電話だ。あ、もしもし、うん。え、みずほちゃん、あ、久しぶり、どうしたの、みずほだけどまだ起きてた。私と不思議だには最近ますます息が合ってきた感じを、それとね、聞いてこの前目玉を疑って、倒したの、調子が出てきたわ。じゃあね、また出ましょう。あ、デートの里ちゃんか。はい。みずきちゃん、ちょっと僕のあの、推しなんで。僕のあの、あれの、彼女なんで。滝登りがとドッグクライムがなきゃまだ行ける範囲が狭いな。そういう感じか。うわ、トレーナーがいっぱいおる。これちょっと待ってな。ベンガルのレベルもういいんちゃう。そろそろ茜育成期間入ってもいいんじゃない。どう。あ、しかも波乗りで取り逃してるアイテムがある。おっと、叫んでレベル2 23? ああ、えらい高いな。え、みずほってあのガチレーズの子じゃなかった？あなた私のこと好きなんでしょみたいな言ってくるやつ。ああ、もうちょっとお願いだから、ここ一番決めてな。もうあ、よし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 。あ、そう、自然公園の効果、それあれみずほじゃなかったっけ。あれリサか。あいつリサか。あ、みずほはあれか、ちょっと序盤に出てきた。え、なちょっとスイクおんねんけど。スイ君いません、あそこに。え、なんで。ちょっと一回洞窟逃げよう。ちょっとなんか始まったぞ、おい。ちょっとごめん、一回。ちょっと待って、これはね、スプレーまた使わなあかんやつや。いや、でもどうせ次も逃げんねやろ、あいつは。ここの探索って今やらんでええんかな。まだやらんで。あ、うわ、しかもちょっと待ってくれ、俺。あー、ごめん、そっか、ミルタンクやからか。ぐっすりと貫通されていくスプレーを。ちょっとここ長そうやな。長そうっすね、ここ。ことが絶対なんかある。
この探索ね、一旦あれするわ。一旦スルーする。うん、ここのアイテムだけ取って出る。なんか長そう。いや多分ね、しかもどうせ途中で滝登りなんかいるって言われて行けへんくなるんちゃう。いやごめん、違うわ。いや多分違うわこれ。いやこれ多分違う。ここは違うわ。ここは俺知ってる、思い出した。ここ多分アイテム全部回収できるとこや。ここ確かできるとこやんな。レベルが低すぎ、メンバー弱すぎ、これしば、いや、どこが弱いん俺のメンバーの。むしろ中盤やろ。むしろ中盤やと思うけど。あ、怪力があった。あ、ちょっと全部取って、ポイントアップも来たで。俺、ヘルガーの大文字ポイントアップで上げていい。いや、ベイリーフがね、メガニウムになった瞬間にもう一気にパワー上がるから。うわ、長え。ちょっとこれ、えぐいとこに迷い込んじゃったかも。インドメタシン来た。ちょっと俺、えぐいかもしれんね。あの、怪力どころ、洞窟じゃなかった。え？怪力のところ？あっちかな？これね、右もね、多分なんかある気がする。あ、これ右行くと戻っちゃう感じか。OK。じゃあ、こっちから上行って、で、なんか、もう行き止まりとかあったら、もう穴の辺まで帰ろう。まあ、でもメガニウムってやっぱ能力が旅に向いてないよな。あれ？これはちょっと待って。ああ、ごめん。行き止まりやった。一コマ、隙間が足らなかった。だったら、もうこれ、あれ、穴抜け使って逃げよう。じゃあ、どっかから来るん？ここに出てくんのか。こっちに。すり鉢山の探索も後々したいけどな。水君、お前なんでそんなお前飛ばすねん人のこと。なんと勇ましく、なんとみずみずしく、なんと美しく、なんと素晴らしくなんだ。もう君はいつも水君が現れるとこにいるんだな。まあいいさ、水君を思い求める君を気持ち私の方が上なんだ。私の祖父は、伝説に詳しい人でね、特に水君のことは子供の頃から何度も聞かされていたんだね。このおばあちゃんってさ、あそこにいた人じゃない？プラチナのディアルガとかパルキワのなんか昔話してくれた何タウンやったっけ、シロナとか来るところ、あのおばあちゃんかな。お前がどこに向かってるのか、それを見届けるまで私は追い続けるぜ。いいな。で、このスイ君はなんかボングリを見て何してたんや、ここで。あ、そうそう、カンナギタウンのあれじゃないの。あ、ごめん、あれはシロナのおばあちゃんか。ミナキのおばあちゃんってストーリー中に出てきてない？あ、お兄さん？でもなんか関係ありそうじゃない？あ、お前祖父って言ってたか。あ、祖父やったらじゃあ、あれおばちゃんじゃないの、その、おばちゃんっていうか。お、満タン薬ゲットしていく。左、あ、左はね、もう行ってるっていうか、左から、ちょっと洞窟貫通してきたから。うん。
ん、おばあちゃん祖父？え？で、どこだ？ハリーさん使ってんのか、お前。いや違う、左はだから左から来てんって。左がからもうあそこから波乗りから洞窟で来てるから、あそこ左行くと戻っちゃうから。ミノルやってダウジングマシンさ、俺電話号お前いらんわ。だえ、ダウジングマシンってそこでもらえるの？エンジュシティなんか なくなかった。ノリーナ。あれ、エンジンでもらえんのか。え、マジで？なんか脳が腐ってきてんのかな、ついに。あ、ポケセの左の脳がか。脳かっていうか、あそこか。うわ、お前、毒のとこで毒になっちゃった。クソめんどくさいやつだな。なんかね、ごめん、探索とコメントを追うの同時にやってると、なんか自分の意識がどっか行っちゃうんですよね。お前、さっきのやつだぞ。その進化系持ってたぞ。お前も進化させ、はよ。月の石で。経験値が欲しくないんや。ああ、月の石を買っとけばよかったな。そうなるやろ、お前。ねえ、僕にも図鑑見せてよ。ここなんか出るんだからなかったっけ。お、マンキーが出た。マンキーが出るんや。まあちょっとエンジン戻りたいけど、その前に一旦ちょっと右の町でポケセンだけ行っときたい。すり鉢やめの山奥がどんな感じか知っとるかね。私に関しては教えてやってもいいぞ。なんかレベル低いな。あー、石粒でか。それは入れ替えないと。まずなんか役にレベル低いけど、ここってなんか早めに来れた場所なんか。ダグトリオいいやん。ダグトリオもさ、俺アカネで倒したい。経験値多分欲しいから。ちょっとね、こいつだけレベルが低いから上げたいねんな。よっしゃ、オッケー。あー、もう耐えられた。ギリギリでギリギリで耐えられた。鉄砲って釣れんの？でも俺なんか多分ボロの釣り竿ぐらいしか持ってなくなかった。いい釣り竿って持ってたっけ。エヒタリガエンジュシティ。あー、ここや、長寿タウンや。ちゃうわ。せや、長寿タウンか。この、え、ちょっと待って。うわ、ここの曲懐かしい。あ、で、長寿タウンにジムがあって、もう、黒マントの男を見た。どうもこの辺りから怪しい電波が出てるよって、長寿。で、この上に1階の湖があんねや。せや、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 せや。ポケモンは進化するとね、力強くなるけど、技を覚えるのが遅くなるの。うん、賢い。じゃあちょっと行きます。赤ギャラまで行こうかな。赤ギャラまで行くわ俺。いや、その前に
いや俺でももうさすがにね、金銀のあれはもう覚えてない、覚えてないっていうかもうほぼ覚えてない。ちょっと長寿ちゃんに来たかな、怒り饅頭買うのが旅の常識って問題。今だったら300円どう、まあでもこれ効果が何でも直したんじゃないから一応買っといて損はないっていう。そういえばずいぶん前に関東からも買いに来た人がいたっけ。その時はあいにく品切れで怒りながら帰ってったよ。あの人には悪いことしちゃったな。関東から来た人、真っ赤なギャラドスが湖に現したのに、あの湖にギャラドスがいることだって珍しいのに。私が好きなラジオマグリ、うん、ポケモンミュージックかな。いや影やらはね、うん、まあ捕まえるけど多分捕まないかな。怪しい。何ですか、この部屋のどこからか風が吹き込んでくる音が聞こえる。それはヒューヒュー。私が口笛の練習をしてるんですよ。そんなことに何か買わない。何売ってくれんのお前、小さなキノコ売ってくれるんや。あれなんか安ない、気のせいか。小さなキノコってこれ何に使うん、売るだけじゃなかったっけ。なんか怪しい、なんか怪しい仕掛けしてやるなこの木に。なんやとこの町は。小さなキノコでも売り値はそんな高くなかったやろ。あれを500円で買う意味ってあんのか。そういえば誰か欲しがってる人がいたっけ。誰だったか忘れました。いや学習装置まだ俺持ってないねん。いい水材はアサギの町でもらえる？もらおうかな。もらおうかな。ちょっとこの上まで行くわ今から。この上まで行きます。3度を繰り返した。やっぱこの辺ちょっとレベルが低いな。右になんかありましたっけ。赤ギャラが終わってからか。 OK、 それまでちょっとちゃんとか自力でレベル上げてくるお前。赤ね、ズバッと下そうとしてる。 OK、 うん、よし。こいつはちょっとヘルガーで、あの、いやもういいや、もうバッ、いやもうええ、ヘルガーでいく。確かにさー、これちょっとなんかレベル低いな俺、平均レベルが。よく考えたらトレーナーが低い、めっちゃ低いからなんか錯覚しがちやけど、だってあかねちゃんの手持ちレベル35とかやったもんな。あかねちゃんじゃない、みかんの手持ち。そこと比べたらやっぱ低いわ。なんでやろ、トレーナーとかなんかのぎ全部倒してんのに。ん、こっち、うわーロケットだけどこいつヤドンの移動依頼やな。おっと、こちらの通行量は1000度になってますです。へ、前乗り。うわ、しかも強制で取られた強制で1000取られた。でも多分ね、この通路の方が一応その草むらは避けれるっていう。結局最終的に行くから意味ないねんけど。まあ下から舐めていくか。帰りとかなって忘れてそうな気がする。もう下から行くわ。もうこれやったら1000円払ったら損した。くそ。で、確か俺昔試したことあるんだけど、金なくても確か取れた気がする。お金がなかったら通してやるよみたいな感じで取れたやんな。なんか昔俺、お母さんに全部貯金で預けて試したことあるけど。二度蹴り打ってきとんちゃうぞお前。
と OK。 反社会勢力に巻き上がれたな。これなんかのまさきさんの知ってるすごいポケモンマニアです。僕の憧れの存在さ。この僕がまさきさんについていろいろ教えてあげるから電話番号教えて。なんかでこいつちょっと面白そうか、教えとこう番号。この左のなんか湖やったかな、なんかそこになんか頭突きできる気があってヘラクロス出た気がする。こうじゃなかった？しゃあ。赤、だからミルタンクなんかさっきから否定的な人多いけど、強いで普通に。普通に強いでミルタンク。攻撃力も高いし。ここここここ、あここや、あこれこれ、あーこれボンムリか。これ何ボンムリ、これ黒か。いやミルタンクはもう普通に強いんで、あんま使ったことないから使いたい。うわ、コイキングレベル20、もうレベル上げたら速攻で進化するやつ来た。ここ、うん、どうやったかな、ちょっと覚えてないけど、なんかあったはずやねん、ここに。ここにあったはずやねん。怪力で、A はそんな高く、うわギャラか、ちょっとこれそんな高く、 A はあんまり高くないんやったか。左の町、町の左、そこやったっけ。ちょっとあんまこの辺覚えてないけど、これシフラで倒そう。電気タイプはいないね。あもう電流か、まあランタン、あとおったっけ金銀のストーリーで使えそうな電気ポケモンって。電気確かに少ないな。あと超えるぐらいか。まあ、自爆はでも、まあ、あれやけど。玉？ああ、マルマインか。まあでもそのぐらいやんな。あ、のしかかきた。あ、来た。これもう踏みつけね、忘れさせよ、もう。ひるみ強いけど。ただそう、ランタンはちょっと強いねんな。強すぎるからちょっとで、あれするわ。やっぱ水は奥端に行こう。奥端か、危険。いや、奥端かな。まだ決めかねてる。トレーナーもポコしとこう。ランタン強いっていうか、なんかタイプがめっちゃ優秀やな。電気が弱点じゃない、水。あ
あれだから違うか、でもキリンネギが出ますよね、これキリンネギとか出るやろ、なんか全然覚えてない、この辺俺。お前も戦ってないか。この時代は奥田村家確かなかった気がする。やとなんか、ちょっとヘルガに帰る。いや、ちょ、ごめん、ベーリーフや。ランタンとヤムの旅場にいる相性感が向ける物理特殊受けの受けが分担できるのがおすすめ火力はないけど、でもさ、旅場ってさ、なんか受けよりもなんか火力の方が大事じゃない、速さと、速さとなんか火力の方が大事な気がする。あんま受けとか考えなくない、旅場で。え、僕ちょっと来てた。僕のコダック、まさまさん僕に言って可愛くなってきた。それと、あと、ケイシーを軽く倒せるぐらい強くなったよ。お、来たよ、怒りの湖。雨降ってる、めっちゃ。でも、ギャラドスって普通は青色でしょ？あ、いる、いや、もういるんや。ギャラドス、お怒りじゃ。なんか良くないことが起きるんじゃ。ここは昔ギャラドスが暴れ回ってできたんだって。今回の事件と何か関係あるのかな。なるほど。あのギャラを俺捕まえたいねんけど、その前にな、この怒りの湖はギャラドスが暴れた後の穴に、じいさんのじいさんのそのままじいさんの話だけどな。前は生きのいい恋キングが釣れる湖だったのに、一体全体どうしたんだ。俺、あれが野生のギャラドスにもエンカウント率上がってんねんだっけ。レベル上げしてあろうかな、ここで。あ、レポートいかん、書こう。なんか、うわっ、回電波って出てる。回電波に汚染されてる。やばい、何も受信できない。これなんかの曲なん、これ。ってこれ流したまま行ったろかな、これ流したまま俺歩き回ったろかな。うわ、あー、ここか。あ、なんかちょっと、ギャラ、いや、レベル12のギャラドスや。しかも、改造ポケモンが現れた。改造ポケモン現れてんけど。しかも威嚇入るとしっかり受けられるっていう。こいつでも結構あれやろ、美味しいやろ、経験値。赤いビードロ、なんかいいな。ちょっと待って、これを利用してやな。でもギャラドスっていうのがちょっとな、もうバチコリータに思い切って振ったろか。これマジでギャラしか出ないんか。あ、コイキングもじゃあ出んのか。じゃあさっきのギャラってもしかして珍しかったか。雨も降っとるし、もう俺あれ使うわ。シルバースプレー使う。メガネあんの、ここ。どれって、ごめん、下に行っちゃうけど大丈夫これ。下行っちゃって大丈夫かな。手頃な
木の実がある。続きをしますか。なんか出こい。あ、何も出こない。なんかあんのか。なんもない。あ、回電波流しながらか。いや、確かさ、ここの下に。あー、ごめんなさい。なんか、勘違いしてました。ここに繋がってたんか。なるほど。ちょっと、虫受けスプレー使って、ちょっと周りを探索してから赤ギャラに挑む感じにするか。ごめん、しかも戻れないんだったな。やばいやばいやばい、来た、やばいの来た。うわ、エンデーや、マジか、またか。お前なんか神出鬼没やな、なんかよう出てくる。でもボールがね、今ね、あ、でもクイックボール持ってた俺。これ確率 5% ぐらいあるんじゃん。お、捕まえていい。いや、行くで俺。入れろ。もう、お前はもう、ほんまに。逃げるしか能のない伝説の火事が。え、これは。ね、クイックボールでさ、あの伝説に初手で投げた場合って何パーぐらいなの？5% もないんかな、さすがに。さすがに 5% もないか。何やこのメールは。何やこのメールは。しかも行き止まりみたいな感じになってる。くそ、これちょっと俺スプレーがね、あともうないんすよ。スプレーがもうないねん。何やこれ。うわ、もうゴミみたいな迷路作られた。確かここって空飛ぶで持ってこれたやん。ちょ、俺スプレー買ってこよう。 1%？ あ、 2% ぐらいか。 2% なんや。 2% ちょっと少ないな。 4.0 か 5.0？そんなもん？うわ、もうちょっと待ってくれ。ここにもう、じゃあエンジュシティに戻って、ついでにもうダイジングマシンも取ろう。なるほど。ショップとかある、要はでかい町にはこういうなんか赤い枠がついてる気がする。あー、ガンテスのヘビーボールか。いや、でも多分弱らせてなきゃきつい気がする。まあ、とはいってもヘビーボールを他に使うやつがおらんから、まあ次。いや、でも多分それでも多分あるやろ、クイックボールの方が確率あるやろ。ここの左の民家っつってたっけ。お、ほんまや。なんかもらえそう。あ、ほんまもらえそうや。見えなくてもあちこちに道具が落ちてる。ダージングの実は、エンジンの焼けた塔にも宝があるという噂だな。あの辺とかいっぱいあるやろな。この上の俺、ちょっと水に行ってみる。ちょっと、ちかダージングマシン使う。取れ？どっから使うの？これって登録できる？登録2。登録2は何にボタンで起動すんねや。あ。あ、そう。え、下のウィンドウに出るってだけか。ああ、はいはいはい。お。反応なしってことか、これ。
反応してないってこと？ないんか。じゃあもう俺は、切れたんで、ゴールドスプレーで、ゴールドスプレーも20個買います。ゴールドスプレー20個、なんでも直し6個、ボール系は必要ないかな。まあ、かけらはまあ、余ってるからまだいらんか。ん？ん？使い方間違ってんの俺。どういうこと？こういうことか。あ、ほんまや、水なめあったー。あ、こうやって使うんすね。しかもプラチナのあのダウジングと違ってちゃんともうマス目で教えてくれるから、こっちの方が探索能力が高い。ダウジング一番使いやすいな、 HGSS の方が。うん、これは便利やわ。そしたら俺もゴールドスプレー20個あるから、もうふんだんに使って、ちょっとここの迷路を、誠から電話。誠、オス。誠だけど元気だったか知ってるか。まさきのお母さんは昔はマイクファンだったらしい。じゃあ、そういうことで。あの、まさきマニアのあいつか。まさきのお母さん舞妓はんなんや。あんまりこの辺って本編とかで語られない部分だからな。え、プラチナもマス目ある？いやでもあれなんかそのグリッドが打たれてないからちょっと見づらくなかった。あ、秘密の力来た。打つ場所によってあのタイプ変わるやつ。ああ、ギャラドスやっぱ普通に出るな。ただ俺はギャラは倒すと。なんか知らん、 EV はなんかまさきのイベントやった後に出るらしい。だからまだ捕まらへんのやろ。あの、今更でもイーヴィもらっても、なんか多分エーフィ使わない気がすんな。ブイズはいらんわ。俺はやっぱもう、ちゃんとオリジナルポケモンで頑張る。不人気ポケモンで頑張る。ここになんかあんねん、絶対。ほら、わざわざこんなところまで。私は、ここで瞑想することで新たな力を身につけた。その力をスキルポケに分けよう。これを持ってきなさい。お、これ瞑想かな。じゃあ、目覚めるパワーでした。ポケモンの引き出力を引き出して攻撃する技、だし覚えさせたポケモンにより威力とタイプが違ってくる。目覚め、厳選とかようやったな、ほんま。今のほんまポケモンのね、最近始めたにわかは知らんねやろな、この時代の目覚め厳選の辛さを。辛さと楽しさを、その両方を。もうそれを知らんやつをね、俺ポケモントレーナーとして俺認めないからね。永遠と老害のように言っていくから俺。メタバゲンさんしたことないやつはもうにわかって。うん、それも紛れもない事実なんで。もう今のぬるい源泉でね、あの、もう辛い辛い言ってるやつらはもう、一回やった方がいい。メタバゲンさん。あの、もう、高い個体値を出すのでもしんどいのに、その、個体値の部位の箇所とかまで全部こだわらなあかんっていう。そうだから威力も変わりますからね。例えばメザパ氷で、あの CDS が V、 その VVVV じゃなくて V がその、まあ奇数 3つも奇数じゃないとあかんねんけど、31、29、31とかやと一気に威力下がるから。
そっからまた31、27、31ってなったらまた威力戻んねん、まあ、そういう計算式があんねん。お前ら知らないのけどな。あ、もうすぐ30の男がゲームにそんなこと言って恥ずかしくないの？は？ゲームに夢中になれない自分が恥ずかしくないのか、お前は。なあ、自分の好きなことに夢中になれない自分がお前情けないと思わへんのか？何のために生きてんの、お前。お前じゃあ何に夢中になれんの？うん、教えてごらん、僕に。もう赤キャラ、もういいわ。もう目覚めこだわるじゃん。俺も赤キャラでじゃあいい。もう目覚めるパワー電気出るまで、一生減算したろ、ここで。お前ら見せたるわ。目覚めるパワー電気威力70出るまでもう、ずっと粘る。うん、ここ回電波流してないとわかんない。ちょっと待ってな、一応これ捕獲体制が整ってるかどうか。じゃあお前エメラルドで投げラッキー厳選したことあるの？え、ないです。そうそう、もうエメラルドの方々には僕はエラそのこと言えないんで、ごめんなさい。いや、でもうわ、出た赤ギャラ、しっかりと光っていく。もうこいつ食い棒でワンパンでいったろうかな。じゃあもう今のポケモンなんて赤い糸も出して適当にお前カラスの石も出してやっとけば 5V、6V ポンポン生まれるもんな。うん。それでだってしんどい言うてんねやろ。お前昔は、あれやぞ。個体値も最大で3つまでしか遺伝しなかったのに、その3つ確定じゃなかったん。そん中で俺ら 4V、5V 足しとってん。特性もだって性格もお前あれやから。性格も50% で遺伝やから。今みたいに 100% じゃなくて。そのお前環境でずっと厳選やってきた、一線張ってきた俺らに、お前どんだけレート高かろうがな、今の環境で2000だの言ってようが、お前あれやぞ、偉そうなこと言えへんねや。わかったわ。まあ、ていう風にね、俺なんか言っても多分誰も真面目に聞いてない気がするっていうのも、俺のチャンネルの視聴者でも多分ポケモンレートやってる人 4% もいない、うん、それだけは確実に言える。ポケモンやってる人絶対おらんからな、俺のチャンネルも。お前ちょっと急所、ああでもいい感じの急所だったから、これで拳が熱くなったぞ。まあでも剣盾でまあみんな復帰するやろうけどな。まあ今そういう風に言ったけど、正直俺剣盾ではもっとその育成楽になってほしいって思ってるから。お前ネットオールで捕まっとけよ。ちょっとあ、いったおし。なんかここのギャラドスってそんな捕獲率が高いんやったっけ。意外とあっさりいった。まあ個体値廃止までせんでいいけど、まあ明らかに必要ない作業やからな、正直。まあ個体値はぶっちゃけ廃止でいいと思う。努力値はやっぱ必要やけど。あ、赤い鱗来た。え、これを誰かにあげれば、ええみたいに言ってなかった？なんか出てきたぞ。ここでなんか、しれっと もう一回、天然の赤キャラ出てきたら面白かったのに。捕まえたら倒したろ。
だからメザパもさ、メザパも別にタイプをその選べるようにしていい気がすんねんな。まあ、てかメザパいらん。メザパってまず廃止してくれ。なんかあのもうなんか ありえない角度からもありえない変な氷技が飛んでくるとか、ね、そういうのね用ないから。俺昔岩パレスに目覚めるパーク氷を覚えさせたから、それが刺さんねまた。受けに来たグライオンとかあの ガブリアスに、ね、一回カラヘブカラヘブ積んでガンジョで耐えて、それやってる方が楽しいけどさ、多分やられた方って普通に理不尽やんか。あ、当たるや。やばい、ちょっとこれ大事だから一回雑談をやめよう。あの若いけれど、どう考えても様子が普通じゃなかった。やはり誰かの仕業で無理やり進化をさせられてしまったのか。君も噂を聞きつけてやってきたのかい。そう思うことなのか、俺は当たる。君と同じトレーナーさ、ここの噂を聞きつけ真相を調べに行ったのが、モコちゃん、さっきの戦いを見れば、君は相当な実力のトレーナーだとわかる。よかったら俺にちょっと力を貸してくれないか。一回とりあえず家にしてみるっていうね。そうか、気が変わったら来てくれよ。どう、力を貸してくれるかい。はい。渡る、かっこいいなぁ。長寿からの謎の電波で無理やり進化させられてる、そんな気がするんだ。そしてあの怪しいお土産屋さん、モコちゃん、これ俺が一足先に、長寿に向かってるよ。やべ、海竜や。最近俺あの海竜がなんかポケモン公式のツイッターで、あの海竜が宅配成功したら限定グッズもらえますっていうキャンペーンやってて、あの毎日リツイートしてんねんけど、一回も当たらないっていうポケモン の, あの公式のツイッターのキャンペーン、いつ当たるんやろな。俺ツイッターのフォロワー数30万人ぐらいおんねんけどなそういうの関係ないんかな。さあ、じゃあ行きますか。これワタルのダンジョンまでやって終わろうかな今日は。あ、ギャラドスの性格見てみますか。あ、冷静やった。ジャンプ力高いな。このジャンプ力っていうのはどの能力を参照してるんや。ちょっとよくわかんない。スピードとパワー、テクニック、スタミナはわかるけど、ジャンプ力ってなんなんや。ベンガルには頑張ってほしいんですよね。頑張ってほしいけど、ロケット団がどういうポケモン使ってくるかやな。あ、学習装置は？てか、せや、学習装置はどこで？もらえる、あ、海竜、破壊光線。人に対して破壊光線平気で撃つ瞬間、今のあのポケモン屈指の名シーンなんで。やはりここからおかしな電波が流されている。なんて言ったんやろ今。階段はここだ。モコちゃん手分けして中を探ろう。俺から先に行くよ。地下の階段なんでバレたんだろう。こんなにでもさりげないのに。う、あいつのドラゴンポケモン強すぎる。これどこでとできるんですか。どこでゲットできるんですかこれ。まだか。これ何やったっけ。怖っ。
あれや、あのロケット弾が来んねや、これペルシアンのあれに引っかかると。あーでもレベル、あれちょっとここのイベントってさ、なんかあれか、やけに低いぞ、なんかトレーナーの。こんなんじゃちょっともうヘルガーで全部無双できちゃいますね。連戦なんやったっけ、これ連続で来るんやったっけ敵が。クソ狩り落ちか。あ、ほんまや、連戦やこれ。じゃあ全員倒したと思う。ポケモン爺さんのとこってどこにあんの。そこでなんかもらうんか。ベトベター、まあこれも普通に、このレベルさえやったら多分噛みつくだけで倒せるな全部。ミルタンクの方がいいかな、ここ微妙に耐えられる。あー気境の近く、あーそこか。いやちょっとまだいかんでええっすか、ちょっと ここだけやって今日終わりたい。このダンジョンだけクリアするわもう。でのしっかりき、ただき、ふくたきってさ、ちょっと待って、どういうあれだっけ。仲間のポケモンが多いほど技の威力が上がる。手持ちが6匹おったら最大火力出るってやつか。ちょっとこれ威力なんぼなんの。ものによってはあのしっぺ返しよりも強いかもしれんから、ちょっと調べよう。袋叩きポケモン、こいつの威力は、こいつの威力はなんぼや、なんぼやこれ。直接じゃないのか、威力連続攻撃かこれ。あーじゃあいいや、いや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 、単純に60なるだけか。じゃあいらんな。うん、よしかかり。いやこの辺のポケモンはなんか普通にノーマルのこういう物理技が刺さってくれるからな。でも全部あがれ倒すかも。オッケー、ちょっとマジでもこのダンジョン、これをひたすらね、確かに繰り返すんだったと思うんですよね。戦闘は金にして、あの左はいかんでいいかな多分。ちょっと一回ペルシアンを全部避けるようにやってみる。ここはもともと忍者屋敷、いろんな仕掛けで侵入者の邪魔をする忍者屋敷やったね、ここ。もうてか言ったそばからコイルできた。ええやろ、じゃあヘルガに変えたら。そうなんかね、多分ねこのペルシアンのこの仕掛けを解除する なんかあれがあるから、それを探す、それを探す。頼むで、殴ってや。よし、ここのスイッチでいいんかな。こ
フォイルか。まあ今そのままでもう全部この技で焼き払うかじゃん。外しよった。いやーまあロケット弾でもそんな経験値美味しくないからな。はしょれるんやったらはしょった方がよくない？このペルシアのやつの連戦。よし。オッケー。まあミルタンクとかはねレベル上げたけど、まあ別に他の場所で効率的にやった方がいいからな。なんかもう1体でドカンってもらえるやつとか倒して、うーん、よし。いや経験値稼いだ方がいいんかな。まあ、いやちょっと俺解除するわ。これやろ。ほら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 、これじゃ一回押す。レベル上げはねいつでもできるんですよ。俺は今まず一刻も早くやっぱこの湖で苦しんでるなポケモンたちに安らぎを与えたい。自分のなエゴでな、そういうのにレベル上げたいとか言ってる場合じゃないや。で青なってんな。どっち？左上か下か。ペルシアのポケモン像目が青く光ってる。誰にも見られている気配は感じられない。赤やと見られる気配感じるのか。あ、なんか来た。ここちなみに確か踏むとあのなんかほらポケモン出てくる。多分、ま、ビリリ玉かなんか出てきた気がする。これほら、倒そう。え、なんかちょっと待って、こうなんか マルマインとかビリリ玉ってその物理耐久そんな高かったっけ。なんか俺のダメージ感覚なんか違うねんな。さっきのミナキの丸マインといい。なんか感覚が違う。あーもう先に戻されたで、おい。あ、しかもロケットが持った。え、なに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 ？実はそれ固定シンボルで一度倒すと戻らない。あ、そうなんや。野生かと思ってた。確かこの地下に丸マインとかいた気がする。あのな、コメント欄で学歴の話してるやつな、お前社会だったらみんな一緒なんじゃん。大卒は大卒なんじゃん、お前。一緒じゃん、お前。誇んな、お前。その学歴しか誇れないんか、お前、クソ。え？腹立ってくんな、お前。お前らのそのなんかマウント取り見てると。俺、F ランやから。関係ないからな、お前ら。次喋ったらマジで首絞めんと、クソ。腹立つ、そんな。もう二度と俺のチャンネルガゲガシすんな、お前。社会で使える人間じゃなくて意味ないんじゃ、アホ。でも確かにさ、固定シンボルっぽいような、こう全部23やもんな、レベル、ミルダーの。
逃げるか。これ何、これ何、なんかエフェクトが違った今。あ、わかった、あれや、どこ、ゴローンやこれ。あ、石つぶてや。自爆できるからってことやろ多分。だから自爆装置になってんのこの辺が。あ、これこれドガースやこれ多分。あ、固定シンボルなんやこれ。ドガース持ってないから捕まえとこうかな。人造ポケモンっていうか、まあなんか普通にあれでしょうね、ロケット団に捕獲されていいように使われてるやつだよ。かわいそうね、俺が全て捕まえて矢に放ってやる。はい、ゲット。この下やったかな、なんかその辺のあれは。大丈夫かい、君のポケモンだいぶきつ。うわ、しかもお前神かよ。やばい、もうロケット団と全然戦闘全部すっ飛ばしてきてるから、言うてそんな大したことなかったですよって。あ、なんかあった。ちょっとまずこっち側の、なんかすげえ地下があるな。あ、思い出した、ここ確かここに合言葉を入れなあかんねん。これほら、回電波発生装置、この扉をキーワードを言った人の声に反応して開くようになってるようだ。うろちょろと目障りなんだよ。いや、なんか俺さ、あの YouTube でなんかちょっと適当に動画見てたら、なんかモコのなんか配信のコメ欄はもう民度が低すぎたやばいみたいなの書かれてて、俺それにブチ切れる動画明日あげるから、みんな楽しみにしといてな。コンパンってロケット弾が使うイメージなかったの、なんで使ってんのやろ。コンパンってあんまロケット弾のイメージなくない。下でそのパスワードをいっぱい集めてからって感じかな。うわ、ゴルバット出てきた。ただやっぱレベルがめっちゃ低いな、ロケット弾手持ち。おい、なぜか最近ソウルシルバー買ってやったから、この辺の記録私、でもね、あれやで、ソウルシルバー、今、中古に全然売ってないっすよ。この前、64階にさ、あの、何やったっけ、ポテト、スーパーポテトっていう、なんか有名な中古ショップ行ってんけど、品揃えめっちゃいいねんけど、その店舗。そこにすら1個しかなかった、ソウルシルバーが。部屋のロックを解除するにはある人物の声を入力しなければならない。その人物とはロケット団幹部のラムだ。やつはボスの部屋に隠れているということを突き止めたぞ。だけどボスの部屋にもパスワードが仕掛けているらしいんだ。まずはボスの部屋のパスワードを探しに行ってみよう。ここ結構がっつりって感じやな。2500、そう、なんか結構値段も高いじゃないですか。だから今価値が上がってんねやろな、これ。俺もこれ探すの苦労したもん。横取りを見つけた。これは相手の確か能力上昇技を横取りするって技だ。理由前とかを。こいつは何や。こいつも取れなあか。じゃあ全員倒すか、じゃあもう。ブックオフに2000円やった。でも最低でも2000か2500円がするよな。HGSS 人気やねん、なんか知らんけど。だから俺もう見かけ次第全部買い占めてる最近。うわー、どこなっちゃった。
あ、そう、なんかポケウォーカー付きのやつ、それ、なんかポケウォーカー同梱版とかは、普通に中古で5000円とかしてましたよ。ポケウォーカーって今なんか使い道あるん？2100円が、なんかちょっと前はね、そう、普通に BW とかと同じように普通に置いてあったはずなんですけど、ここ2、3ヶ月でやっぱなんか上がってるな。でもね、弱いやつには教えてなんかあげないわよ。これ誰がパスワード持ってるかわからんから、もう片っ端か倒していかなあかん。ロケルダウン、へえ。あーね、ネジキやりたいとかあんのかな、みんな。でもネジキやったらプラチナでもできるけど、まあでもこっちの方が簡単なんじゃないの、金ネジキ。なるほど、ネジキの影響結構ありそうやな。臭い花、そのまま戦う。ポケウォーカーでレベル上げ、レベル上げらずに、あ、ポケウォーカーしか出ないポケモンがおるんか。あ、じゃあかなり価値ありそう。まあ、てか単純に面白いもんな。単純にてかもう、もうやっぱ金銀のストーリーがおもろい。オッケー。濁流を覚えたタッツーがポケウォーカー限定手に入る。あ、マジで。ヤドンの尻尾、ただし2つ取らないと全然意味ないけどね。ちょっとね、これね、一回歩きまくって、あのミルタンクの毒を、あの解毒、解毒します。オッケー。で、こっから俺は薬を使ってあげると。モーモンミルクはでも回復量があるやもんな。持たせるにしちゃった。あー、くそー、見つかっちゃったー。俺様を倒そうってのがいい度胸だな。金太、俺に勝ったらボスの隣のパスワード教えてる。あ、こいつ教えてくれるやん。なったか。まあもうの怪力でいいかな。あ、違う、ミルク飲みは自分は回復できへんですよ。自分の HP を他の手持ちにあげるっていうやつ。ボスの友達のパスワード、ラッタの尻尾。だが2つ取らないとヒャヒャになったぜ。いや、俺はすでに1つ持ってるんだよ。残念だったな。お、タウリン。この点のアイテム全部使おうかな。こいつは、まあ一応倒しとくか。実験でポケモンが苦しんで私は関係ない。サイコパスやん、こいつ。あ、メタモンやん。まあ、そのメタもくれよ。育てられて使うわ。しかも変わり者じゃないやん。同速やけど、それをしっかり抜いていくと。え、1000ももらえんの？あ、違う。この経験値ってさ、なんか変身後のあれなんだっけ？メタモンの経験じゃないの？ラッキー、美味しかった今の。ってことは、この辺もぐるって一周してるから、ボス部屋にもう向かってもいいのか。俺どっから来たんやった？上やった？これ上か？これは違うの？ボス部屋どこや？
こっち合ってんのかな。上から一回グワって回って下に行くんかな。あーごめん、確かにダウジング使うべきやな、こういうところ。合ってる、オッケー。うぃいやマジでテンポ良くなってきたわ。アカネのねこの安定した火力に助けられてる。ロケット弾もなんかやっぱレベル低いっぽいわ。多分ストーリー的にはあのもう多分順番通りいってんねんけど、これがジムトレーナーとかなってくるともう一気に10ぐらい上がるからな。だからそれで俺ずっとあれやったもん、自分の今のレベルが高いと思ってた。確かにこのペースやったら、確かにこのペースやったら四天王までに40もいかんのちゃうか。最高レベルで。あれここ誰どうだこれ。うわちょっと待って、やばいやばいやばい、来たライバルや。これ多分戦うわ。これ言ったか、今度はこんなところうろついてるのか。ふん、お前そんなにロケットなんか好きなのかよ。そんなことよりあのマントのドラゴン使い、あいつは何者なんだ。俺のポケモンでも全く歯が立たなかった。それだって俺にも歯が立たないのにお前渡るに勝てるわけないよ。お前が今日負けたことは別にさ、もっと強いポケモンを手に入れることさえできればあいつになんか負けはしない。それよりも気になるのはあいつのあのセリフ、君はポケモンへの愛と信頼が足りないだと。そんな生ぬるいことを言うやつに自分が負けたかと思うと腹が立って仕方がない。ふん、お前の相手なんかしてやるか。何しに来たんじゃ。あ、そっか、渡るに全部殺されたから戦えんのか。俺のこと好きなんちゃうかな。だから絶対そうや、俺のこと好きなんや、あいつ。やっぱちっちゃい時ってね、好きな子ほどなんかいじめたくなって言うからな。グフ、よく来たら君が向こうか。私が誰か分からんかね。榊だよ、榊様で、グワークカクカクカ。え、榊なんこれ、全然似てない。榊さん見えない。くっそ、一生懸命練習したのに。ラムダ、俺はロケット弾カムのラムダだ。お前はどうせ回電波発生装置の部屋に忍び込むつもりだろう。だがそうはいかないぜ。なぜならあの部屋は特別なキーワードでロックされてるからな。そのキーワードとは、榊様万歳。ふ、あっさりバラしたのはどれだろう。だがキーワードなんか知られても全然平気なのさ。なぜならあのドアは俺の声でキーワードを言わないと開かないになってる。何その最先端の音声認識。お前も手持ち弱いな。それじゃ勝てんで、ワイに。ラムダってここが初登場でしたっけ。なんかすごい見覚えあるこのキャラ。顔がなんか普通のおっさんやし。ダメ押し。幹部にソース名前が突き出したんがこの頃ぐらいからですね。金銀では名前なかった。なんでやるじゃねえか。じゃあ俺こいつのあれ声でもう一回だから言わせるわ。思いっきりクソもあのもうあれ羽交い締めにして、まあ、言えっつって、あれ榊様が漫才なんか知らんけど言えっつって、録音しちゃったるからっつって。うっ、榊って言わしてから俺は上行く。榊様は3年前ロケット団を解散させて姿を消した。だがきっとどこかで復活のチャンスを狙っているはず。ふはは、お前なんかに負けたって痛くも悪くもねえぞ。何しろ俺の声でなけりゃ回電波発生装置の部屋は上げられないからな。これドジなん。
おい、ラムダお前。あ、榊様万歳。ダメクラスがラムダの声をそっくり真似して。これはひょっとして、いや、あいつじゃあ連れていけばいいやん。間抜けすぎやろ。てか、闇カラスってなんかそんなオウムみたいな習性持ってんのか。あ、いた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 。いたいた。闇カラス。お前、ちょっと、来い。あいつ捕まえよう。おら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 。どこや？どこ行ったあいつ？どこ行ったんや、闇カラスあいつ。ね、なんかペラ、それだってペラップの仕事やんな。榊さん、万歳。どこまで行った？ん？どっち行ったあいつ？右か。この闇カラスの下りも、のリメイクからですね。うん。完全にもうパニックなっちゃってる。シュリン様逃げたから。闇カラスラムダそっくりの声でキーワードを叫んだ。音声認識のラックが返された。おっしゃー。アテナって、え、なになになに、誰これ、あ、なんか神の名前したやつ来た。アテナ、あなたみたいな子供をいつまでものさばらしておいたら、ロケットのプライドが傷ついて傷ついて傷だらけになっちゃうのよ。というわけでそろそろ終わりにしましょう。いくらあなたが強くたってあなた二人を同時に相手にするならば、まず勝ち目はないでしょ。悪いけど覚悟してもらうわ。こんなやつおったっけ。アテナってんだ。これちょっと聞き覚えないねんけど。さすがロケット団、ずるいことが大好きなんだな。悪いけどこの勝負俺も参加させてもらうよ。あのね、ロケット団はね、ここでね、あれだわ、意地張って突っ張ったのがね、範囲だわ。海竜なんか見たら真っ先逃げなあかん。海竜見て逃げないって、いや、こいつはすごいよな。アテナとロケット団の下っ端が勝負仕掛けてきた。え？パワーボックレベル25。威嚇入っちゃったんがめんどいんで、しかも海竜レベル 40? レベル40の海竜。あ、もう開き直ったんすかね、おたるさん。もう改造って言われすぎて、50でバレないと思ってバレて、もうなんか開き直ってもう40でも変わらんわっつってやってるわこれ。え、何何何、あ、空飛ぶか。意外としっかり。これだってもう俺戦わんでええやん。空飛ぶをどっちに打ったかやな。噛みつくスリープでいいかな。右で。あー、なんでや。あー、僕打ってくれ。もしかして渡るの海竜も、海竜もともとここに来るまで白竜やったけど、海連覇で進化しちゃったんかな。オッケー。しかも手持ちめっちゃ多い相手。これ結構ガチバトルや。じゃあ大文字、僕アブ君打ちます。雷を。だからなんで俺が倒そうとしてるやつをお前その先にやるん。ベトベトは地味に特防高いから耐えてきそうやな。まあでもそう、なんかずっとずっとその低レベルの海竜改造って言われててんけど、公式になったからな。ピカブイで、ピカブイの野生の海竜がレベル27とかで出てくるようになったから。ついに10年以上の時を経てこの海竜正規になったっていう。もうお前どうせお前またあ、何やろう。あ、空を飛ぶか。はい、大文字で破壊していく。え、レベル2のリザードンとか出んの。え、レベル2は低くない。それ野生で？それ知らんわ。
確かにリザードの痩せで出るけど、まあいいわ。電波の実験も僕に言ったみたいです。こんな味とどうにもなれないわ。私たちの狙いはもっともっと大きいの。ロケットの恐ろしさはいずれは分からせてあげる。その時の楽しみにね。うふ、あいつらほんと懲りないやつやな。悪かったね、モコちゃん。君が頑張ってるのを見て、ちょっと出番、待ってみたのさ。さて、あとはおかしな電波を止める時か。うわぁ、マウント取りやがって俺に。これは何なんだって。これが装置、スイッチは見当たらないな。仕方ない、マルマインを気絶させよう。そうすればおかしな電波もなくなるはず。マルマインには罪がないからかわいそうだけどね。ほんの少しの辛抱さ。モコちゃん、右側は俺が引き受けるから、左は君を頼む。あー、オッケー。うわぁ、マルマインが、クソ、電気を遅らされてるぞ。かわいそうに。あのモンスターボー何あれ。しゃあな、じゃあこれを、これは全部倒す。レベル23か。あ、やば。しかもレベルがちょっと捕まえてみて、一回。倒せとは言われてない。捕まえてもいいわけ。捕まってよ。そう、こいつだね、多分自爆とかしてくるからきついねんな、それされると。しかも早い。このスパークは耐える。あれ、あ、左のあれが気になってしゃあない。ちょっとヘルバでいくか。平和に終わらしたいな。噛みつくで、やべ、俺マルマインの種族値がほんまにわからん。攻撃もそこそこあったんやったっけ。しょうがない、倒すか。本当は捕獲してお前らの暴走を止めたいところだが、そうやって歯向かうんだったら仕方ない。気絶してもらう。電気にね、有効打がないねんな。マルマインは、素早さ140でもともと、それが、3無になって150になったんだっけ。ちょっともう一回捕獲を試みていいか。ヒールボールで優しく包み込む。お、あ、いけたか。ああ、もうこういうやつがね、もう本当に一番あかんからね。こういうのはもう容赦なく潰すんですよ。もしかもまた真昼しな、そうやって。あ、でも爆発しないの偉いな。え、あ、自爆しないんや、マルマイン。マルマインって140やんな。ごめん、俺さっきコメントでなんかウルトラサンムーンでこいつ150になったよみたいなあったから言ったけど、俺釣られてたか。これ一回投げよう。ヒールじゃなくてね、まあ、ハイパーでいいや。第7世代から150なったやんな。てか、え、なりましたよね。いいか、もうちょっと喋るのやめよう。もう3分の話やめよう。さあ、丸々1匹捕まえた。よし、いい子だな。辛かったな、お前らの電気を無理やりそうやって犯罪行為に使われて。だがもう大丈夫だ。バチコリタで、まあもうこいつもほんま捕まえたった方がええねんな。クイボ一回投げます。
なんかクイックボールってさ、なんか周りと捕まるイメージあったんやけど、ダメっすね、今日全部不発やな。マジカルリーフで倒すか。あーそっかそっか、もう捕まえたやつだからか。そういう補正ってかかんの。あーそっか、レベル、レベル差関係あんのクイックボールって。お前それがちょっと初耳かもしれないっすね。さあ全部倒した。俺クイックボールめっちゃ強かった。なんかクイックボール信者やから大体あれは使うと思ってたけど、ようやくおかしな電波止まった。これで湖も元通りの姿になるはず。君の活躍のおかげだな。ポケモンに代わって俺に言わせてもらうよ。そうだ、これ持ってきなよ。さっき見つけたんだが俺には必要ないからさ。ゼロを、滝登り、あ、渦潮か。ポケモンに教えれば荒れた水の上も進める。ただし長寿バッジの、長寿ジムのバッジを持っていないと使えないから気をつけなよ。モコちゃん、ポケモンマスターへの道は長く険しいという。それでも目指すのか。そうか、そうだよな。諦めるくらいなら最初から夢にないんだな。じゃあまた会おう。かっけー。あの宝箱だから取りたい。どうやって行くん。上からか。あれの行き方が分かんないっすね。どうやって行くんや。ここか。あ、ここっぽい。いや、違うな。あー、ラムダのとこか。はいはい。なるほど、わかった。こっちからや。で、こうぐるーって行って、上上がって。うわ、確かに日付変わったからなんか虫取り大会やれるやん、よう考えたら。やろうかな、せっかくやったら。あ、はいはい、こっち行ってなかった、そういえば。ここや。泥棒を見つけた。メタルコートを集める技。ちょっと頼む、ここ、あれ使えるようになってください。お願いします。うわ、使えないんかい、やっぱり。部屋の中だと無理か。一回だけ虫取り大会やろっかな、じゃあ。うわ、ちょっと、わからん。もうわからん、わからん、わからん。俺、方向音じゃねえから。俺、方向音じゃねえからさ。虫取り大会って夜できない？いや、あれマジで面白いで。俺あの昔だってトランセルかなんかで優勝したことあんもん。敵が弱すぎて。ちょっと軽く行ってみ、あ、ストームからで、あ、ストームってあのしょうもないやつか。あー、もう分かった分かった。ちょ、そろそろよ、名前覚えなあかんな。夜でもできたよね。ちょっとこれ飛ぶわ、一回。ぶっくりと空を飛ぶ、積んでいく。ここ。お、しかも空を飛ぶできるじゃないですか、ここで。ここで空を飛べるじゃねえかよ。ポケスロンドームとかいうのに来たで。ここじゃないよな。あれ、ここちゃうよね。どこ、あ、無傷ほどレベル、たあれ、点数上がる。ここ、やってる。ほら、やってる。ちょ、やろう。参加する。パチコリタで参加することになります。いいよ。ん？コンペボール。一番強そうなポケモンを捕まえた人は優勝です。制限時間20分。
いや、これストライク欲しいっすね。やっぱ。やっぱストライク取ろうや。このね、虫取り大会期間中じゃなきゃ出ないポケモンもおるよ。あ、このキャタピーみたいなのももう取らんで。あ、やべえ、レベルあれ。いや、しかもなんか、ま、もうお前、嘘、え？あ、ごめん、なんかサファリゾーンかなんかと勘違いしてて、そのまま行った結果。あ、そっか。あ、そうなんや。普通にこれは戦うんか。コクーン。確かね、これ色違いとかでも相当点数取れるから、なんか昔友達乗ったわ。なんかピンクのバタフリー捕まえて、来たとか言ってるやつ。虫取り大会で。キャタピーレベル13、弱い。弱いねん、それじゃ。カイロスかなんかだ、カイロスかストライクか、まあ、9大点でバタフリー、スピア、その辺かな。ビードリング、まあ、これもちょいらんな。あ、これしかもそうか、手持ちが倒れたら終わりか。いや、回復は、あの、まあ、なんか、レベルそんな高くないし、まあ、エンガードしてからでも遅くないんじゃないかっていう。回復、いや、たぶん、まあ、回復多分できるけど、いや、できないっすわ、回復。回復できない。見て、これ。あれ、ないねん。アイテムの項目がない。アイテムの項目がない。え、マジで？いや、でも、しかも。ボールしかない。いや、しかも投げちゃった。まあ、いや、一回ちょっと捕まえとこうか。いや、これちょっと待って、ストライクとか来るとワンチャン死ぬんか。あれ、ワンチャン死ぬ？いや、回復できないんや。せめて HP とか回復させてからにしてや、ちょっと。やばいな。やばいな、よりによって虫タイプ弱点のこいつで来てもうたし、まあ、捕まえりゃいいか。捕まえりゃいいや。一発で捕まえる。うお、スピアー来るー。まあ、スピアーは一応取っといてもいいかもな。一回、あー、殴ったら死にそうなんで、もうこれはそのままもう米ボール投げる。あー、ダメだ、これ、これ、戻れない？戻れません、これ。や、直しできない、これ。リタイアしちゃったらさ、最初から、戻ったら終わりなんや。じゃあこのスピアで優勝するしかない。俺捕まってくる。俺がもうなんでそんなに出てくるんや君は。なんか相手がね、運よく乱れずきめっちゃ外してくれるというか、ちょっと助かってる。お願いお願い、あ、行ってくれ。もうクソ。あ、めっちゃ外してくれてる。どうなってんのこれ。ちょっともうやめて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 。当たっちゃった、ついに。あ、でも1しか食らん。3回で待って。いやー、これちょっとやばいな、しくったな。え、スピアってだって毒。来た。よっしゃ、オッケーオッケー。あ、じゃあスピアは無理。スピアって毒にならんくない？こいつタイプ何やったの？え、無視毒やろ。あ、無視飛行か、こいつ。あ、もう無視毒やん、ほら、毒ならんやん。毒ならないやろ、こいつは。でも、状態がいいからさ。状態、え、これ、失格とかじゃなくて、一応持っとけば、OK？ 一匹とりあえず捕まえとけば、もう OK やんな。
うわ来たー、カイロス。いや絶対捕まえる。え、捕まえた。欲しい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 。これ毒にしようか。オッケーオッケーオッケー。そうやってもうずっと硬くなるとかしてくれれば。と、あ、当てろ当てろ。もうお前こういう感じの時に限ってほんまにしょうもないあれやな。いやー気合いダメから急所とかほんまやめてくれよ。オッケー、ちょっとこれ毒の状態にしてもう行こう。これさ、カイロスやったらワンチャン優勝あるやろ。お願い、お願いします、お願いします、捕まえてください。くそー、そう簡単にはいかないってことか。締め付ける攻撃、うちこれね、地味にやばいやつ。うわ、これ地味に固定ダメージ入るから結構積むやつやな。あ、やばいなやばいな。あと多分投げれて2回とかやな。お願いします、お願い。もう A ボタン連打してんのにさ、捕まってや、お前ほんまにクワガタ君。やばいで、この固定ダメージほんまにやばいで。死ぬんちゃうか俺の。お願い。くそが、マジで腹立つわこのクワガタ。あー死んだな、これちょうど読んだもんな。ここでこのターンで解放されて、おっしゃ、もう一回来た、もう一回来た、もう投げるチャンス、もう一回来た。しかもちょうどエージゲージ機能だった。もうこれでいってもらえない。来た来た来た、え、来た来た。いやー、くそ、マジかーそこ絶対行く流れと思った。あ、でもオッケー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 。もう一回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 、お願い。1,2,3、来た、しょー、捕まえた絶対絶命の絶望的状況から起死回生のクワガタ捕獲。いや、これもう優勝やろ。入れ替えてええよな、入れ替えよう。はい、もうこれもう僕ベイリーフ死んじゃうんで出ます、出ます。これもう途中で出ていいんだよこれ。いやいや、もうさすがにもうカイロス優勝や。あ、もうイライライラ。いや、これは来たやろいや、そこの締め付け解放マジで神がつったタイミングが。皆さんが掴めたポケモン審査をいたします。結果発表、じゃじゃじゃん。3はあ、はあ、もう俺めっちゃクレーム言うけど大丈夫この後。いや、とりあえず3番でいいけど290点。なんでトランサルに負けんねん、俺のクワガタが。もうなんでノコギリクワガタが幼虫に負けんの。どういうことこれ、マジで説明してくれ誰か。状態が低いからってこと。ちょっと待って、パラスに負けた。え、パラスに負けた俺のクワガタ。え、こんなことありえる、なんで。え、これやったら絶対スピアで優勝できてたってえ、なに、お前そこのさポイントそんな比重高いんか。もういいや俺、もうあれする、でも起こす、起こすっていうか、もうなんかちょっと待って、一回ニックネームつけよう。うわ、気になっちゃった。やっぱ未だに動揺してる、動揺が抑えきれずに。じゃあもう意味ないやんこれ。なんこの大会何の意味があるんじゃ。え、お前、おい、こら、クソクソ店員、こら、お前なんで俺のクワガタで無理な、なんでパラスに負けんの。説明しろちゃんと。その詳細なフィギュアスケートみたいにどういう得点のポイントかで、あれでその内訳出せ、内訳をポイントの。おい、カス、納得できるんじゃお前。おい、全部居合切りで切るぞここの葉っぱな。全部居合切りで切るぞお前これ。
噴水の落とすぞ。ここの草むら嫌い切れ消せなかったっけ。それって金銀だけか。ね、この草むらって嫌い切れで買い取れなかった、まあ、できないんかこれ。無理なんや。クソが、マジで。なんもいいや。終わろう。内訳ぐらいね、教えてくれ。欲しかったわ。あー、ルビサまでか、できたな。しっかりと、ケアされてるっていうね。あ、じゃあいいや、終わろう。終わります。まだだいぶでもストーリー的には進められたから良かったんじゃないですかね、今日は。いやー、でも次やる日がたまたまあの虫取り大会やってる日やったらちょっとリベンジするわ。はい。じゃあ今日は皆さん、ここで終わるんで、最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。